あ、じゃあそろそろよろしいでしょうか。皆さん戻って来られましたかね。すいません、ちょっと休憩中休憩取られてた方のためにもう一度その今度次の講義の中でえっといくつかちょっと新たに追加でインストールしてもらいたいライブラリがあります。でえっと2の4の中のディレクトリの中に conda install .sh っていうシェルスクリプトが入ってて、その中にコマンドが全部載ってるんですけど、まあそこからコピューしてもらってもいいですし、自分でここに書いてあるの打ってもらってもいいんですけど。 えっとこの少なくとも今の時間上2つを使うのでこの上の2つやの UMA プランってやつと来ア歩くっていうこの2つのインストールをお願いしますでコンダインストールなんとかかんとかみたいなことを j u p y t ター上じゃなくてですねシェル上でえ打ってもらってえ途中で y e s ノーって聞かれると思うんでそこで Y って押してえインストールしてくださいコンダ入ってない人は PIP で インストールお願いしますでえっと、はい、あ,あとこのコマンド全部この中に書いてあるんで、まあ、その中からコピペして使ってくださいで、えっと、2日目最後ということで大変お疲れだと思うんですけど、まあ、ちょっとこれまで重たい話でここから更らにちょっと重たい話になるので、えっとまあ、そこはもうすいませんと言うしかないんですけど、まあ、ちょっと胃もたれを覚悟してもらって、えー、やっていきたいと思います でですね、僕今日と明日合わせて4時間半ぐらいなんか時間が割り当てられててちょっと何しゃべっていいのか分かんないんですけど多分相当時間が余っちゃう可能性があるのでちょっとゆっくり丁寧にかみしめながらやっていきたいと思います。なのででちょっと途中で 何か詰まったとか分からないみたいなところがあったら途中ででもいいので全然手を挙げて遮ってもらって質問をしていただければいいなと思います。でえっとあもう一つちょっと注意点があってあのですねあの、まあ、今回バーチャルボックス上でやってもらってるんですけどあの一昨日ぐらいにですねちょっとこの講義のために作った 資料をバーチャルボックスの中に移してテストしてみたらちょっとメモリー4ギガでは解析が全然足りなかったとメモリが足りなかったっていう事態が生じましてでちょっと急遽調整して、えっと、インプットファイルのサイズをちょっとちっちゃくしたりしてやりましたでいろいろちょっと工夫をしてなんとかメモリー4ギガの中で収まるようにしたので今の資料であれば多分大丈夫だと思う ですけど期待をしてるんですけどもしかしたら途中ちょっとメモリが足らないみたいなメモリエラーみたいなものが出る可能性がありますでその場合はですねちょっとその別の資料を用意していてあのこのリットハブのページの2-4の,のところに行ってもらうとこの下の方に Google コラボバージョンっていうのがありますんでえっとこれをクリックしてもらうと Google コラボレートリーっていうサイトにつながるんですけどそこ上で今回の資料が、えー、全部展開されてますで、えっと、これ何がいいかっていうとですねこの Google コラボレートリー上で実行すると自分のパソコンで実行しないんですね Google のクラウド側の計算機で、えっと、Google のクラウドのマシンをタダで使いたい放題っていう結構神様みたいなサービスなんですけどまあこれ上で全部実行あ ただ Google アカウントを持ってる人ですね Google アカウントを持ってる人はログインした状態でつないでもらうとここ上で全部実行できるのでもし今回ちょっとメモリーが足りないから落ちちゃったみたいな感じになったとしたら、まあ、ちょっとこっちの方で見てもらうかまあえっとどうせ出力全部出てるので、まあ、諦めてあとはちょっと聞いてもらうかどっちか選んでもらえばいいと思うんですけどえっとはいまあそんな感じです。 コラボレートリーの URL はここに載っているので、まあ、ここから行ってもらえればいいと思います。で、えっとまあ、自分のマシンのメモリに余裕がある人はフルのデータをまあ使ってもらっていいんですけど、一応、とりあえず今回は交流用にちょっとサイズを落としたインプットファイルでやるという感じにします。で、えっと、 この時間に何をやるかとというとちょっとこれまで RNSEC のデータ解析をやってもらってたと思うんですけど今回ちょっとここからは入力のファイルがちょっと変わってシングルセル RNSEC 最近流行ってる実験ですけどののデータの解析をやっていいこうと思いますでシングルセル RNSEC の、えー、一次解析が終わった後の生のデータから始めて論文の図に出てくるような図を作ってみるところまでっていうのをやります。 でまあ、それと同時に、まあ、この解析を通してですね最近その生物学系の論文で、まあ、盛んにいろんな機械学習の手法が使われてるんですけどそういったものを試してみるとでそういった手法がどういう特徴があってどういう限界があって解釈の時にどういう気をつけなければいけないかみたいなことをやります。たただだ Python のののの実実習ととしてははさ、まあ、さっっきの森さんんころもそうだったんですけど実行自体は本当に 数量打って終わりみたいな感じなんで、あんまり実習で自分で打って。何も楽しいことはないので。まあ、プログラミングをやるというよりか、手法の解説を。すると、手法を紹介していくということがメインになると思います。で、同時に、まあ、ちょっと何倍とか、パンダスとか。相当、その。濃い授業が。いくつもありましたので、まあ。結構、食あたりしてる方多いと思うんですけど、実際に、それが実践的な解析に。 の場ではどういう使い方をしているのかみたいなこともまあ見ていただければいいかなと思います。実際のところはちょっと Python でデータ解析をするとなると Python の基本文法がどうこうというよりも何パイと Pandas を覚えなければもうどうしようもないっていうのが現実なのでえっとまあそこは諦めて受け入れていただくしかないかなと思います。ねえっとシングルセル RNAseq ですね。ええー。 シングルセル r n a セック自体の解説が必要かどうかっていうところなんですけどこの中でそのシングルセル r n a セックのデータを使ったことがありますっていう方はどれだけいらっしゃいますかねあ解析経験者あそれは心強いじゃあ、えっと、シングルセル r n a セックの論文は読んだことがあるシングルセルが使われている論文は読んだシングルセル じゃあそのシングルセラ r n セックスの名前は聞いたことがあるあ,ありがとうございますえっとじゃあちょっとだけ解説しましたちょっと僕が説明するのもおこがましいことなんですけどえっとどういうものかっていうこれも昨日この解説が必要ですかねっていうのを森さんに聞いてした方がいいっていうので紹介してもらった論文なんですけどすいません えっと、まあそのバルクの RNA セックもうむしろ元の RNA セックの方をバルク RNA セックって呼ぶようになっちゃいましたけどバルクで取った RNA セックっていうのは、まあ、基本的にその実験に使ったセルのポピュレーションの平均的な発現パターンが得られるわけですね。で、まあ、例えば人の体を全部粉々にすり潰してアレネ取ってそのパターンが何を意味してるかっていったらそれ何にも意味してない。 といううのはすぐ分かると思うんですけどじゃあ組織だったらいいのかとで組織の中でもいろんなセルタイプのものがあってまあその中でいろんな発言パターンを示しているあるいはバイオ細胞だったらどうかというとその中でも集団の中でのヘテロジェネイティがあってそれが集団としての振る舞いをまあなんていうかコントロールしてるみたいなことがあるのでじゃあどこを最初に取るかってなったらもう単一の細胞のパターンをちゃんと見るしかないわけですね。でそれをやろうとして 実験がものすごい勢いで改善されてきたのがここ56年とかっていう話です。で、えっとまあ、この実験によって何が得られるかっていうと集団の発言パターンではなくて個別の細胞一個一個のそれぞれの発言パターンっていうのが全部得られると実験に使ったものですね。で、えっと、ただ ま,あまだその決定的な実験手法ってものがなくていろんなプラットフォームに依存してあありとあらゆるる方法が試されている状況ですで多分一番使われているのはこのドロップレットって呼ばれるタイプの解析ですね、えー、実験ですね。マイクロ流路にセルをまあ,ある速度で流してそれと同時にえっとドロップレット油滴をそのいろんな酵素とか、えー、シーケンスのタグですね ユニークなタグを入れたような湯滴を同時に流してちょうどいい具合に湯滴の中に1個だけ細胞が入るような速度に調整するとでこの湯滴の中でコース反応とかそのシーケンスのタグ付けみたいな反応を進行させてでその後で全部読んでタグによって個別の細胞のリードにまあバラバラに分解していくことで一つ一つの細胞このリードはどの細胞由来のものだったのかみたいなものを区別してまあその結果として 単一の細胞の発現パターンが得られるみたいな感じです。えっとまあ、相当ざっくりした説明なんでなかなか伝わりづらいかなと思うんですけど、まあいろんな方法があります。えー、そうですね。で実際にシングルセル解析するときはどういうプラットフォームでどういう実験で出てきたデータなのかってことを知らないと結構その変な解析をしちゃうことがあって、例えばこういったドロップレットで読んでるデータっていうのは えっと、メッセンジャーの3プライム末端しか読んでないんですねなのでそういうデータに関して例えば全長 RNA を読むような時の TPM 補正とかをしちゃうと結構とんちんンなことをやってることになるのでまあその気をつけてそのどういう実験で得られたデータなのかっていうのを気をつけて解析していくことがまあ結構重要であると。でそういうことを気をつけようとしていくとですね結構自分でやるのがきつくて。 えっとまあ、結論としてはいい解析プラットフォームがあるのでそれを使いましょうっていうことなんですけどなのでちょっと注意喚起として言っておきたいのが今日ここでやるような流れを実際の解析でででやらないいいくださととうことですね、えっと、実際にやるときは R だったらスーラって呼ばれるすごい有名なパッケージがありますで Python だったらスキャンパイっていうのがあるんですけどこういうのを使わないと論文のメソッドを書くときに本当に死ぬことになるので。 ローンのメソッドでスーラとか使っとけばスーラを使いましたって書ければいいのでなのでこういったものを使うべきであると開発も盛んでどんどん最新手法が統合されているのでこれを使えばいいと思いますじゃあなんでわざわざ今回苦しみを受けなければいけないのかっていう話をするんですけどその現代の生物学のデータ解析いろんな解析があると思うんですけど どんな対象をどんな測定手法で測ったとしても、まあ、共通した結果が出てくる傾向があってそれがその何らかの特徴量×サンプルあるいは細胞みたいな巨大なテーブルを解析するっていうところに帰着することが非常に多いです。例えば普通のさっきまで使ってたようなアルネセックのデータ解析であれば。 個別のサンプルかける遺伝子それぞれのサンプルが遺伝子どういう発現量だったかっていうテーブルになりますしでシングルセル RNAseq の場合は個別のサンプルではなくてここが個別の細胞になるわけですねそれぞれの細胞ごとにどういう発現してましたかってテーブルになると。でこれ全然経路が違う微生物集団の解析ですけどメタ 16S 解析って呼ばれているものでは個別のサンプルに対して細菌とか個細菌が何匹いましたっていうテーブルになります。 でメタゲノム変異解析であれば個別のサンプルに関してスニップとか構造変異のパターン1・0ありなしとかっていうテーブルきょのテーブルが得られますでしつこいですけどアタックセックとかって呼ばれてるものは今度はゲノム上の座標に関してアタックのシーケンスのデープ数がどんぐらいだったかみたいなものが個別のサンプルごとにあってそれを解析すると。 でちょっと変わり種としては HI-C って呼ばれてる解析ではこのテーブルがゲノゲノノムム上上のの座座標標かけるになりますでこのテーブルに関して後で説明しますけど PCA みたいな主成分分析をしてでちょっとこれは面白い例があってその HI-C 解析の結果その人のゲノまあ普通動物のゲノムで AB コンパートメントっていう概念が出てきました。そのゲノムの 固まり方でまあ二極化しているというか二つのコンパートメントに分かれているっていうでそれはこのテーブルを PCA で解析した結果を得られた概念なんですねつまり実験とか観測で何かを観測して得られた生物学的概念ではなくてデータ分析の結果を得られた概念ってことで結構なんというか珍しいというかバイオヒマティシャンにとっては妙理が尽きるようなそういう新しい生物学的な概念の提案とかにもつながっているとでまあこうずらずら 並べてきましたけど結局テーブルとしては一緒なのでつまり数値が書かれている巨大なテーブルがあってそれをどう解析するかと。機械学習とか統計学のいいところっていうのはドメインに依存しないでどんな適用対象にも、まあ、その手法が通用するというかそういう、えー、いい学問なので、えーまあ、こういったことを、まあ、多分この会場いろんな専門の皆さんがいらっしゃると思うんですけど シングルセルセこれからやるやらないにかかわらず自分がこれからやる実験でこういうテーブルが得られそうだとでそういった時に今回お話しするような手法を適用したらどういうパターンが得られるだろうかとどういう結果が得られるだろうかってことを想像してやってもらうといいと思います。そうでないと今回ここで紹介しているような手法今回これから紹介する手法を自分で書けない場合ですね スーラとかにに頼らざるを得ない場合にメタゲノムにその手法を適用したいって時にスーラを使っちゃうっていうことが起こりえなくてもしメタゲノムの論文でメソッドにスーラを使いましたって書いてあったら多分相当ギョッとされると思うのでなのでそういうことを避けるためにも自分で一応そのスーラの中で行われているような計算はできるようにしておくとそうするといろんな適用対象にまあいろいろ拡張できるようになるかなと思います。なので今回わざわざざ Python で自分でやってもらうと、まあ、その自分でやってもらうところはいいんですけどなんでじゃあわざわざ Python なのかっていうと、まあ、ちょっと Python がいいか R がいいかっていうのはあまり言及すると戦争になるのであんまり言わないですけど、まあえっと、今回はとりあえず Python でやってもらうということになります。でえっと相当盛りだくさんです。今日はは使う内容としてて、まあ、ここに書いてあるんですけど えー、シングルセルのデータをロードしてもらってそれをいろいろ次元削減したり、えー、クラスタリングしたりっていうのがとりあえず今日やる内容ですね。でまあいろ、まあ、んなアルゴリズムがあるんですけどとりあえずは、えっとまあ、これ。 ここに並んでいる中だけでも統計学とか機械学習の手法の中の本当にごく一部なんですが一応は全部どれも生物学系の論文に使われている手法ってことで選んできましたで特にシングルセルの解析ですねなのでまあ無駄にはならないことを期待してますでえっとまあ明日今日がその機械学習の中でも教師の学習って呼ばれているところに特化した内容 になって,いてまあ多分今日で終わらないと思うんで明日に持ち越すと思うんですけど一応こういうまとまりと後半が教師あり学習えっと、まあ、それこそ今話題の思想学習とかには触れないですけど一応まあそれと類似した、えー、教師あり学習に関していくつか、えー、やろうと思います。でまあやるのと最後もし本当に最後時間があったら、まあ、その。 教師あり学習をやってなんかすごい精度の予測器ができたっていうのはいいんですけど科学者にとってそれが何か意味があるのかっていう話をちょっとさせてもらってそんなことよりも本当は科学者が欲しいのはそのデータが何でそういう予測になるのかっていうところでしょっていうところから最近問題視されてるその機械学習の解釈性の話エク,スレエクスプレイナブル AI とかっていうのが最近結構研究が活発になってきてるのでそこら辺のお話がもし。 できたらなと思います。で、えっと、ちょっとまだまだ前置きが続くんですけど、えー、まずその一番でかいところで機械学習とは一体何かっていうことをこれこそ僕が話すのはおこがましいというか、まあ、相当そのウェブ上に機械学習警察が今いっぱいいるのであんまり下手なこと言うとえー 叩かれちゃうのが怖いんでちょっとあくまで個人的な見解なんですけど機械学習とは何かっていうとまず解釈ができないような大量のデータが目の前にあって何とかしたいと。それに対してここは自分が選ぶ必要があるんですねとそのデータを説明する何らかのモデルを選びます。例えば線形回帰ななのののか何かか何確率分布なのか あるいはニューラルネットなのかっていう、まあ神経学習は相当フレキシブルって言われてますけど、それでもその説明の範囲を狭めていることには変わりはないので、そこはモデルを選ぶ時点で自分が何かを選択していると、それは自分の責任でデータのそのドメイン知識を使って、えー、モデルを選ぶっていう手順があります。でモデルを選んだらどんなモデルも大体パラメータそのモデルの範囲の中で。 動ける範囲がパラメーターによって定まっているんですけどそのモデルをこのデータにフィットするようにそのパラメーターを調整するこれが学習って呼ばれている手順ですで最大限そのモデルがデータにフィットし終わったらその学習済みモデルを予測に活用するだとかあるいは学習されたパラメーターを眺めてそれのデータがどういうふうになっているのかっていうのを解釈するとかっていうのが大体の一連の流れです。 でえっとまあ、大体その機械学習3つのジャンルに分かれてるっていうふうに言われてます。で一つが今日は使う教師なし学習っていわれてる分野もう一つが教師付き学習教師あり学習とか言われてる分野でもう一つがまあ最近流行りつつまあ相当流行ってますね流行ってる教科学習って呼われてる分野でそれぞれでちょっとずつ考え方が違います。 で一般的にそのデータにラベルがついていれば深層学者はじめとして教師あり学習が使えるっていうふうな話をしますけど、えっとまあ、ラベルって何なのかっていうのは定義がすごい難しくてその、まあ、ラベルも含めてまあデータなわけですよねだからラベルがついてるかがついてなかろうがその全体,含全体を教師なし学習で何かパターンを見るってことも当然できますしなのでラベルは その機械学習をやる人がまあ恣意的にこれはラベルだと思って選ぶものなのでまあそこに関してこのデータの性質によってこれが分かれているというよりかはそれによって自分が何を知りたいかによってどの手法を選択するかがまあ分かれているっていうイメージだと思ってもらうといいと思います。で、まあえー、とまあ今回時間が限られているのでこういったジャンルの中でもその中のごくごく一部、えー、に、えー、限定して えやってみようと思います真相学習はちょっと触れないので期待してた方は申し訳ないですけど去年の、えー、講義資料とかまだアップロードされてるのでそれを見てもらえればいいなと思います。ということで、えー、教師なし学ちょっとまだもう少し前置きが続くんですけど教師なしし学習とは何かっていう話をしますでやりたいことは、まあ、そもそもの問題として こういった機械学習に頼らざるを得ない状況っていうのは。僕らの目の前に。まあ、巨大な。データがあって。で、巨大なだけだったら。単純に散布図でも書けばいいんですけど。散布図を書くことができないような。高次元のデータが大量にある。っていう状況が。まあ、まず出発点ですね。例えば、さっきまで使ってた。アルミセックのデータだったら。まあ。サンプルの数は6個なんで。6点しかないんですけど。それぞれのサンプルが。 6000次元ぐらいのデータを持っているとでこのデータのパターンを直接見ようと思うと相当大変です例えば1次元のデータであれば、まあ、このその遺伝子の発現量って軸にマップすればいいだけなんですけどで2次元のデータであればこの2次元の空間上の座標を1個として見ればいいとで3次元ならまあ3次元空間上の点として見えるわけですね。でもこれが4,5,6,7ってて続いていくと もう到底人の頭の頭中では想像できない空間にこういった点が分ます。ねえっと N 次元空間の想像を数学者の人はできるらしいんですけど普通の人間であれば2次元か3次元までしか想像ができないのでなんとかこういった何千次元空間に分布してる点を2次元とか3次元とか僕らが解釈できる、えー、領域に落としたいと。でそういう時にえっと とりあえず今日のメインテーマとして「次元削減」と「クラスタリング」っていう2つは使うんですけどこれそれぞれ全然別々の問題ではなくて非常に近い問題意識です。とにかく高次元空間内のサンプルのそのサンプルの分布に関しての重要な特徴を残したままいかに少ない変数でそういったサンプルを記述するかっていう問題になります。でどういう情報を残すかっていうのもその解析する人の選択ですし。 それをどんな変数に落とすかも解析する人の選択なのでデータの性質に合ってそれを選ぶ必要があります例えば、えー、まあ、2次元を解釈できない人がいて何とか1次元に落としたいって時にこのデータをこの1次元の軸にそれぞれ射影してその座標として解釈するとかあるいはクラスタリングであればそういった点をいくつかの離散、えー、的なラベルに圧縮するまあ、これがまさにクラスタリングですけど、まあ、こういった、えー まあその高次元空間上でよく理解できない点の散らばり方をしているとそうは言っても実はあるところで切ったりある見方であ,ある切り口で見てみたら実は何か意味を持ったもしかしたら生物学的に意味を持った分布の仕方をしているかもしれないとそういった隠れた関係を次元を落とすことで明らかにするっていうのが教師なし学習です。ただまあその これも一つ注意点として教師なし学習なので、うん、あるのは本当データだけなのでそうやって得られたその少ない変数っていうのが解釈しやすいものになってるかっていうのはまた別問題なので、まあ、そこは注意してもらいたいと思います。ということでようやく前置きが終わったので、えー、実際にシングルセルデータをロードしていきたいと思います。で、えっと、インストールは皆さん大丈夫 そうでしょうかなんか詰まってるとかってことあったら手を荒れて TA を呼んでいただけると。でえっと j u p i t を立ち上げていただくんですけど2-4のところですね2-4のアンスーパーバイズドっていうのがあるのでそれを、えー、立ち上げてください。 Google コラボレートリーの方でもいいですけど。まあ、ロードに時間かかってる時点で相当嫌な予感がしてるとは思うんですけど、まあ相当重たいので。はい。大丈夫でしょうか大丈夫そうですかね。じゃあ早速いきます。まずはお決まりの、大体これは全部使うだろうっていうライブラリをインポートしておきます。ナンパイパンダスは必須として、 まあ、その、さっき、え、午前中の講義でもあったような、マットプロットリブとか、シーボーンとかをビジュアライゼーションのためにインポートします。一応、今、僕のところのバージョンでは、こういう感じですけど、多分、それほど、今回はバージョンを気にしなくても大丈夫だと思うので、えー、はい。で、えっと、データなんですけど、データは、えっと、10XGenomics 社っていう、 今多分シングルセルで一番使われているそのプラットフォームのメーカーなんですけど 10XGenomics がえとサンプルとして出してるそのデータがあるのでどういうデータかっていうとマイクロリュールを通ってタグ付けをしてシーケンスをしてそれをゲノムに貼り付けてシーケンスをしてタグごとにつまりシングルセルごとに割り振ってそれをマッピングしてもうすでにテーブルになった状態のデータ。 をサンプルとししてて配布しているのでそれをロードしますで、えっとまあ、僕専門じゃないのであんまりよく分かんないですけどこういう人の細胞、えー、ペリフェリアルブラッドモノキュラーセルっていうこの5,000細胞ぐらいを検出したデータです。で、まあ、これを、えー、10X ジェノミクスのページから落としてきて回答したっていうところがあるのでもうこれはすでにやってあって、えー、その場所にデータが置いてあるので。 ここでは、はい、やらなくていいです。でここのところが、えー、実際にそのデータをロードする部分になります。これちょっと時間かかるので、まあ、ちょっと待っていただければいいと思うんですけどもともとのデータではなくてもともと5,000細胞ぐらいあったんですけどちょっとそれが4ギガのメモリで動かなかったので、えー、2,000X とかにランダムサンプリングして落としてます。 なので今回のデータは2000ぐらいの細胞のシングルセルの発言テーブルになっていると。で、えっと、ここ動きましたかね。これが、えー、リード CSV できてないって人います。大丈夫でしょうか。えっと、10X が出しているデータは3つのファイルに分かれていて、1つがそのもの発言量テーブルのマトリックスのテーブル。 もう一、えっとね、つが、えっと、セルのバーコードっていって、えっと、シングルセルごとにタグ付けしたバーコード配列があるんですけど、まあ、それの、えー、テーブルでもう一つが features っていうそのマッピングした人遺伝子の遺伝子 ID とかが書いてあるテーブルですで、えー、これをそれぞれ、えっとまあ、これは2つはそのまんま普通のタブクリリテリストファイルなんで read.csv で。 先ほどまでと同じような感じで読んでもらえばいいんですけどマトリックスのテーブルだけちょっと特殊な形式でデータが書き出されているのでそれをちょっと特殊な方法で読んでいるっていうことになりますでちょっと特殊なデータ形式になっているのでこれを普通のナンパイのマトリックスの形に変換するっていうのが次のところですねで変換してみると 大体こういうサイズのマトリックスっていうことがここで表示させてるんですけどこのマトリックスのデータに対してシェイプっていうアトリビュートをプリントさせるとそのマトリックスの行と列の数字が出てきます。なのでこのテーブルは33,570行 ×2,623 列のテーブルですね。 でこれがダウンサンプリングした細胞の数なので今回扱うのは2623の細胞が33570の遺伝子のどれをどんだけ発現しているかっていうテーブルになります。ここまでいいですかね。大丈夫でしょうか。で、えっとまあ今このマトリックスとそれぞれの行がどういう細胞でそれぞれの列がどういう遺伝子なのかっていう情報が3つのファイルに分かれちゃってるので。 これを全部統合ここ DF っていうデータフレームの略ですけど DF って形にまとめようとしていて Pandas のデータフレームっていう関数を使ってマトリックスとそのマトリックスのインデックスとして遺伝子 ID でカラム列としてセルのバーコードをして一つのでかいテーブル見やすいテーブルにするっていうところが次のところですね。 ちなみにこの DF 自体がどういう感じのデータになってるかっていうのをちょっとお見せするとまあこれやんなくていいですけどあすいませんまあこんな感じですね3万いくつかけ2千何百みたいなこういうテーブルです 分かりにくいですけどこのバーコードってやつがセルシングルセルを区別するためのバーコード配列なんでもうここから先このこれが何かみたいなことは全然気にしなくていいですただの識別のための ID なのででこっちが遺伝子 ID 人の遺伝子 ID ですでこの細胞はこの遺伝子を何個まあリードが何個貼り付いたかってことですけどまあこういうテーブルになってるという感じですね でえっと、まず最初にやってもらうことが、あすいません。このテーブルですね、ちょっとその 10X のバージョン3ケミストリーっていう主役を使ったデータになってて、実はちょっと遺伝子以外の情報が入っちゃってるんですね。えー、っと、まあ、ちょっとここ表示されてないですけど、抗体も実は同時にキャプチャーできるみたいな特殊な主役になってて、なので、 ここでやってるのは遺伝子以外の量は全部捨てるってるととこやってます、えっと、人の遺伝子一応この ENSG なんたらっていうので ID 始まるのでこの ID から始まってない、えー、インデックスの量は全部ドロップするっていうことをここでやってますでその次にやってるのが、えー、全ての細胞で発電量ゼロの遺伝子は 今後のの解析でで一切情報としてて意味をををななさないいそういった遺伝子を全部捨てるってこ,とをここでやってますやり方としてはこのデータフレームの横方向でサムを取ってそれが0になるとつまり遺伝子かけサンプルのテーブルなので遺伝子の行で全部サムを取って一番右側に出てくる値を見るとそれが0だったらどのセルでも発現してない遺伝子ってことになるので。 そういったものをドロこれやるともともと3万いくつとかあったと思うんですけど、えー、それが2万弱に減ってるということがわかると思います。大丈夫ですかねえっとほとんどそのパンダスとか何倍のあれを基地のものとしてやっちゃってきてるんですけどまあえっと。 心の目で見てもらえればいいかと思います。はいということで、えっとまあ、じゃあ一体その全体の,その統計量としてどんなテーブルなのかっていうのをやってるのがここなんですけど、まあ、ここは分かりやすいですね。えっと、そのデータフレームの連長さを取る関数で取るとこの行列テーブルの縦が何個あるのかっていうのを見てるんですね。そうするとまあ遺伝子数ってことになるので何遺伝子 で、この DF カラムスってところが横方向、えー、列側の ID の部分のものなので、その長さを取ると細胞の数なので、一応このテーブルは19443の遺伝子六2 6 2 3細胞のテーブルであるということがわかります。で、えっと、ちょっとその次の可視化のためにいくつか計算をしてるんですけど、このテーブルをさっき 横に全部足し算をするってことをやりましたけど縦に全部足し算をすると何が出てくるかっていうのをちょっと考えてほしいんですが、まあ、縦細胞がこう並んでるので縦の足し算は細胞ごとに何リードをアサインされたかっていう情報が、えー、その細胞分出てきます。それがこの N リーズってところに今格納されてるんですけどさっきと違ってこのサムの方向をこれで制御してるのでこれで、えー、縦に見ていくと。 ち,ょっとちなみになんですけど、えっと、これ全体バッと見てもらうと分かると思うんですけど基本的に描画のところ以外でははほとんどみみたいな4ループみたいいななものかっていうとこの手のテーブル使う時にフォーループみたいな繰り返しの計算をやるともうめちゃめちゃ遅いんですね数倍遅いとかのレベルじゃなくて数桁遅いのでなるべく何倍とかパンダスに習熟してなるべくループを回さないでベクトル全体に対して何か適用するような。 例えっともう一つ今度ちょっとまた違う計算をしていて今は細胞ごとにアサインされたリード数を単純に場を取ってたんですけどそうではなくて細胞ごとにゼロではない、えー、値を取っている遺伝子が何個あるかっていうのを計算しているのが次のところです。 えー、わずかでも発現している遺伝子が何個あるかっていう情報ですね。この取り方もちょっと分かりにくい計算をしてるんですけどこのデータフレームのバリューズ値が0以上っていうここの、えー、論理式を書くことでこのテーブル全体が今トゥルーフォルスのテーブルになってます、えー、0以上か0以下かあ0かっていうことですね。そのトゥルーフォルスをイント型に キャストすると 1, のテーブルになりますでそれを縦に全部サムを取ることによって、えー、0以上の値を取ってた要素数の値になるということですね。大丈夫で,しょうか、ねとはい、でそれぞれちょっとそのマックスミニマムアベレージを表示してるのがその次のところですね。 でこのテーブルに関してはアサインさセルごとアサインされたリード数のマックスがだいたい47,394どっかのセルでこんだけのリードアサインされているものがあって最小が501アベレージとしてはだいたい6,177でディテクトされた遺伝子の数のカウントとしては最大でも7,000弱最小62アベレージで1,771と、まあ、こういったデータが得られました。 でこの情報をどう使っていくかってことなんですがえー、っとすいませんまだまだちょっと機械学習に行く前にクオリティコントロールがずっと続くんですけどまずえっとシングルセルの場合に一番そのクオリティの低クオリティのデータとしての指標として信頼がおけるのがミトコンドリア遺伝子がどんだけ発現してしまってるか。その 細胞まあ1細胞ずつ取ってるのであまりにもミトコンドリア遺伝子の発現割合が高い細胞っていうのはまあなんか死んでるか破裂してるかよく分かんないですけど何かおかしなことが起きてるわけですね。なので、えっと、このテーブルの中からまずはミトコンドリア遺伝子に該当する、えー、その、えー、遺伝子 ID を取ってくるってことをやってるのがここです。 人の遺伝子の場合は分かりやすくて遺伝子のシンボルが「MT」なんちゃらって始まってるのがミトコンドリアの遺伝子なので、えー、この遺伝子のシンボルを全部見て「STARTWITHMT」まあ MT から始まるやつですねをのインデックスを取ってきてくださいってやるとこの「MITIDs」って変数の中にこの、まあ、これで全部なんですけどこの遺伝子 ID が格納されます。 でえー、これを使ってここでやってるのがまずさっきのテーブル全体の中からこのミトコンドリア ID の行の値だけ取り出してそれを縦にサムするとそうすると細胞ごとにそのミトコンドリア遺伝子の発現、えー、まあアサインされたリードのサムが出てきます割るこれがそれぞれの細胞ごとの全リード数ですね でまあ、パーセントにするために100をかけるんですけど、まあ、これによって細胞ごとのミトコンドリア遺伝子の発電のパーセンテージが出てくるという感じになります。いいですかねなんかサクサクいってちょっと不安ですけど大丈夫でしょうかあの本当に時間あって明日余り過ぎてもちょっと申し訳ないのでなんか本当に適当に止めていただければいいなと思います。 はい、ということで、えっとまあ、値を出したんですけどその分布を見てみようということで次でバイオリンプロットを書いてます、えっと。もうこれは本当単純で先ほどの、えー、ビジュアライゼーションのところの話と全く同じ感じでまずプロットのスペースを用意定義してあげてで、えー、っとちょっと読書なんですけど、えー、3個同時に図を見たい1個ずつまあ見てもいいんですけど、まあ、3個並べてみたいということで1行3列の図を書きます。 でこれは1個目ですみたいなそのキャンバスのそれぞれの、えー、図の位置をこう指定をします。サブプロット1両3列の1番目1両3列の2番目1両3列の3番目みたいな感じですね。でそれぞれでバイオリンプロット N リード N g インズあとパーセントマイトっていうのをやると、まあ、こんな感じの図が出てくると思うんですけど。 バイオリンプロットを見慣れてる方も多いと思うんですけど、まあ、セルごとにアサインされたリードの分布ですね大体何リードアサインされてるセルが多いのかっていう情報がここ出てます、まあ、大体どのセルも1万リード以下5,0006,000とか多分その辺りにピークがあって、まあ、中にはちょっと5万近いリードアサインされてるセルもあるんですけどで検出された遺伝子としては大体2,000弱ぐらいがピークにあると。 でミトコンドリア遺伝子の発現量パーセンテージとしては10%ぐらいのところにピークがあるとでこの情報を使ってセルのフィルタリングをします、えー、あんまりその、まあ、この辺のやつとかですねミトコンドリア遺伝子が全体の 40%50% も発現してるのはやっぱりなんか変なので、まあ、こういったものを取り除くっていうことを釣りでやりますえっとまあこれはそのこの3つの組み合わせで 図をスキャッタープロット書いてどういうものを取り除くかを、まあ、ここいろいろ自分で数変えながら検討するんですけど例えばこの場合は、えー、セルごとにアサインされたリード数を、X、軸にとって、y、軸にセルごとのミトコンドリア遺伝子の発現パーセンテージをとっているんですね。こう見ると、まあ、どうもそのアサインされたリード数が少ないセルは非常にミトコンドリア遺伝子の発現割合が高くなっているようなパターンが。 見えているということで、まあ、この辺はちょっと取り除きたいなと。ということで一応設定としてミトコンドリアのパーセンテージが15%を超えてるようなセルは全部削除するってことをやろうと決めたとします。えっと、こっちはアサインされたリード数 X 軸で検出された遺伝子 Y 軸なんですけど大体こういうカーブを描くものなんですがこれによって結構その。 まあいろんな評価ができるんですけど、まあ、ちょっとここでは一応そこら辺の説明は割愛させてもらって単純に検出された遺伝子が200以上5,000以下の細胞だけ使うということを選んだとします。ということで、えっとまあ、図を見て大体なんとなく決めたこういった指標に従ってえー ちょっと相当分かりにくい処理なんですけどこういった指標がさっき自分が設定したスレッショールドす全てを満たすものってものを細胞に関してフラグ立てて、えー、それだけ抜き取ってるって処理がこうですね。ここら辺はちょっといろいろ人によって流儀があると思うんであんまりその気にしすぎなくていいと思うんですけど。 えっとすいません、ね、ネモリー節約関連もそんな気にしないで大丈夫ですまあそっかそっかちょっと待ってくださいね んかまあバリバリ分かるって人はいないとは思うんですけど、まあ、そういう人は自分で勉強すればいいと思うんですけどまあそのそんなに分からなくてもまあえっとなんとなくイメージで覚えてもらって必要な時にググってもらえればいいと思うので。 ということで、えっと、このフィルタリングをした結果セルの数がさっき2623だったのが603個消えて2020個になったと。なのでこれからこの2020個の細胞のパターンを見ていくってことに、えー、集中してやっていくということになります。で、えっと、ノーマライゼーションのところはまあこれもいろいろ流儀があるんですけどもうここは本当単純なやり方でやってます。 単純にそのまあパーセンテージにするというか万分率でその取るという感じのノーマライゼーションですね。単純に今ここの DF フィルタードっていうふうにしたのがフィルタリングされた細胞のデータフレームなんですけどこれの値全体を縦方向のサムで割るってことをやるとそれぞれのテーブルの各値はその縦にサム した値ではリ算されるので、まあ、単純に割合になりますよね。まあ、それを1万倍してるっていうだけですね。で、それを、えーまあ、これもよくやることなんですけど、ログを取ると、まあゼロのやつとかもあるので、1を足してログを取るっていうような操作をします。はい、まあ、ここはこんな感じですね。 まあ結果としてこの DF ログノーマライズドっていうところにフィルタリングされかつ正規化された値が入ってると。でまだちょっと機械学習に入れなくて今2,000細胞かける数万遺伝子のテーブルになってるんですけど特徴量として遺伝子数万は多すぎるんですよね。まあそのまんまやってもらってもいいんですけどあんまりその なんていうかパターンに寄与しない遺伝子例えばどの細胞でも同じ割合で発現している遺伝子とかは細胞のパターンの区別には全く寄与しないのでそういうのを取り除きたいとなんか細胞集団の中で発現が大きく変わっているような遺伝子だけを取りたいっていうことをここでやってます。これは若干説明がめんどくさいんですけどえー。 ちょっと機械学習に入らないで時間が終わっちゃうのはちょっと避けたいので、えー、っと何をやってるかというとこのテーブルのその遺伝子それぞれについて細胞ごとの平均発現量を計算してますで同時にその、えー、遺伝子の細胞ごとの分散を計算しますで当然その平均発現量が大きくなると分散も 激しくなるる傾向あるんですけどそれを、えっと、その分散を平均値で割るっていうことによって、えー、平均発現量によらず分散の激しい遺伝子を取りたいっていう作業をやっているのがここですね、まあ、ここの取り方とかモデリングの仕方は本当にいろいろあるので本当はもっと複雑な統計モデルを組んでやったりとかするんですけど一応ここでは。 単純に細胞ごとのばらつきが大きい電子をこういった形で取るとでまあ、えっと、値としても自分で選んでもらっていいんですけど今回は一応2,000個上から2,000個、えー、変動が大きい順にですね上から2,000個の細胞を取ってくるということをやりますちょっとここら辺の図のプロットのやり方とかは後から。 まあじっくり見てもらえばいいかなと思います。ということで最終的にこの今までのクオリティコントロールの部分プラス遺伝子のセレクションの部分で2000遺伝子 ×2020 細胞っていうテーブルになりました。なであとこれから先の解析は全部このテーブルを対象にやっていくと。えー、っと。 はい、まあとりあえずちょっとここで、えっと、機械学習の部分の話に行かせてもらってこれでその大体処理したいテーブルっていうのが、えー、できたのでここから先それを今まだ2,000次元、えー、2020の細胞が2,000次元空間上に浮いてるわけですねそれがどういうふうに浮いてるのかっていうのを見ていくっていうのをやりますで、PCA は多分ご存知の方たくさんいると思うんですけど。 統計の教科書とか最初に本に出てくるような話でこの次元の落とし方として PCA が特に重要と考えているのがその高次元空間の中でばらつきの大きい方向性一番ばらつきが大きい方向性がそのデータを表現するのに一番大事でしょうっていうことをやろうとしているのが PCA ですね。なので、えっとまあ、高次元空間の中でも当然分散は計算できるので分散が一番激しい軸を。 取り出してでそこと直交するような形で次に大きい軸を取り出して表現すると例えばこれ三次元空間の中に浮いてますけどなんかこういう平面を構成していたとしたらそういった平面がちゃんと取れてきますよっていうのが PCA ですね。で、まあ、数学の話は本当はいろいろ話したいことはたくさんあるんですけど、まあ、ちょっと今回は割愛しますけど結構すごい綺麗な性質があって、えー、データの共分散行列の 固有値分解をすると PCA っていうのがそのまま計算できるっていう美しいアルゴリズムになってます。ということで、まあ、早速ちょっと PCA をしてもらうんですけどまずちょっとここで標準化は、えっとまあ、聞いたことある人もいらっしゃると思いますした多分なんか統計をやるときに大抵標準化をまずするっていうことに一応その教科書的になっているので。えー やるまあやったことある方もいますいると思いますけど、えっと、遺伝子ごとに、まあ、遺伝子ごとにですね特徴量ごとに、えー、その平均がゼロになって、えー、分散が1になるように値をスケーリングするっていうのが標準化の部分ですで、えっと、PCA 自体は PsychicLearn っいうライブラリを使うと本当に2行で終わっちゃうんですけど2行ではないですね3行ですね えまずこのサイキットランにえ実装されている PCA っていうクラスを呼び出してこれをインスタンス化するとまあ具現化するってことをやりますでこのクラスに対してここで学習をしてますえ作ったテーブルをフィットさせるってことによってこの PCA っていうモデルクラスの中のパラメーターがこの データにフィットするっていうことはここで起きます。で、えっと。そのパラメータを使って実際に変換をするっていうところがこの部分ですね。で、変換した値を出したのがこの図なんですけど。大丈夫ですかね。ここら辺問題なく動いてるでしょうか。 でえっと、これ今2,000二重細胞とかが、えー、プロットされてる図で高次元空間上でどんな形してるか分かんないですけどとりあえず一番でかい分散が軸がここだったとでその次に分散でかかったのがここだったっていうことで、まあ、その面でその空間を切り裂いてそこに遮影して見えるのがこういうパターンですよっていう。 高次元空間上の狩りみたいなものがここに見えてるわけですね。でそうすると、まあ、いくつかなんかちょっとまとまってるまとまりまとまってる、まあ、クラスターが見えてくると思うんですけど、まあ、こういったものがおそらく高次元空間の中で互いに近い距離にある細胞、まあ、ここら辺もそうですねそういったものが見えるというのが PCA です。なののででこれで相当その 見通しが良くなるというか結局どういうデータなのかっていうのがここで相当見えてくることがいろいろあるってことになります。で教科書的にそのテーブル、まあ、PCA 書けるときに標準化をしましょうっていう話が大抵出てくるんですけど、まあ、全然それに異を唱えるつもりはないんですけどそれをやるべきかどうかはちょっとケースバイケースだと思っていて例えばやんなくちゃいけない時っていうのは こういういデータですね、えー、例えば年齢ごとに年収がどんだけですかみたいなデータがあったとして相当これきれいに分解して今時こんなことないと思いますけど、まあ、仮にこういうデータがあったとしてこの2次元で一番分散がでかい軸はどこかっていったら限りなくこれそのものですね値が100万とか200万のスケールで変化しているので一方でこっちは10とか20とかしか変わらないので なのでこういったデータを PCA しようと思ったらそもそもスケールが全然違うのでそれをそれぞれの軸をちゃんと標準化しないと意味のある結果にはならないっていうのが一応の説明です。ただその遺伝子発現テーブルの場合にどうかってことを考えてもらいたいんですけど、まあ、ある軸ある遺伝子ではまあ細胞によってすごい極端に発現が高かったり低かったりすると。 一方他の軸ではあんまりそのその小さい値でまあ変動はしてるかもしれないですけどインパクトとしてはこっちの軸に比べて小さいって時にこれを標準化するとこういった感じのデータになります。つまり標準化をするってことはどんな軸のどんな変動も同じように評価するってことになるのでそれがいいかどうかですよね。ある意味でちゃんと正規化をしてノーマライゼーションをした遺伝子発現テーブルは 単位は揃ってるわけですよ、ね、その TPM とかだったらトランスクリプトパーミリオンなので100万リードごとのその遺伝子のリードみたいな感じで揃ってるデータに対してやるべきかどうかっていうのを考えなければいけないとつまり自分が見たいものに合わせてそういった細部の違いが重要なんだって場合はやればいいと思いますしなのでこういったところはあんまりその 教科書的に流しでやっていくというよりかは自分のデータに関してはどうしたらいいかっていうのは考えながらやった方がいいと思います。でえー、っと PCA はまあ古典的な手法で、えー、最近あんまり n a チャーとかの論文で見る機会は少なくなってるかとは思うんですけど実はすごくいいところがいろいろあって、えー、後との方で t ィ s n e とか UMAP とか最新の次元作でやりますけど それではできないようなことがいろいろと P. C. A. ではできます。P. C. A. 何がいいかというと第種。第一主成分第二主成分って取り出した時空が明確に意味がわかる。それが何を表しているかわかるっていうところがすごいいいところ。あとこの P. C. A. の空間内での距離。軽量というか、その軽量が全部均一なんですね。えっ、ー、と、あまり意味わかんないかもしれないですけど、例えばここの距離はここの距離の。 何倍長いとかここがこんだけ離れてるのに対してこっちはこんだけとかそういった比較ができるこの空間内のどの点同士の間でもできる当たり前かと思われるかもしれないですけどティスニーとか後の本出てくる非線形なな次元ははそれでできないです本当に低次元空間の場所場所によって全然そのメトリックがスケールが変わっちゃってるので PCN の場合は線形に次元削減してる分それが完全に比較可能。 っていうのがいいところですね。えー、あと、何個の次元に落とすと、どれぐらいの情報がキャプチャーできるのかって言うのが。明確にわかるって言うのが、P. C. A. の、もう一ついいところですね。あとの方の手法では、何次元に落としたら、どれぐらい。情報が保たれているのかを知るのが、すごい難しいんですけど、P. C. A. の場合は、それは簡単にわかると。そういったのを示す量が、因子負荷量とか、寄与率って呼ばれている値なんですけど。まあ、P. C. A. でよく見る、論文の図とかでは。 えっと、これメタリノムの最近の論文から取ってきた PCA の図ですけどメタリノムサンプルごとにまあこういった感じで PCA で分布してましたと。で因子負荷量をそれぞれの軸で取るとこういったバクテリアはこの軸の左側にこんだり効いてますみたいなもう一つ、えー、第二種成分の方では下側にすごく効いてますみたいなこういうバイプロットっていうんですけどこういった 特徴量がそれぞれの軸に対してどんだけ効いているのかっていうのを計算ができるっていうのは PCA だけです。もう一つはこの軸それぞれに全体の分散の何パーセント分が表現されているのかっていうのの計算もできるのも PCA だけです。 全体のの分散が反映されてるってことなのでまあこなでっ、ね、まあ実際はそれを計算してみましょうっていうところなんですけどまあえっとまあ因子負荷量とか起用率がなんでそういう計算になるのかっていうのはまあえっとりあえ教科書を読んでくださいとしか言いようがないんですけどまあ結構きれいな計算の結果固有ベクトルと固有値のルートを掛け算するとそれぞれの軸に効いてる特徴量っていうのが出てくるっていう。 え非常にきれいな計算があるので、まあ、興味ある人は教科書とか参考にしてください。でそれを計算するとこのデータの場合は、えー、第一主成分に効いてる遺伝子トップ10取ると、まあ、こんな感じなわけですね。まあ、ファクターローディング数をそれぞれ因子負荷量をそれぞれ計算して、えー、絶対値の大きい順に上から10個取ってきてるんですけど。 例えばさっきの図のこの横の軸に一番効いている遺伝子は FCN1 っていう遺伝子ですよと。これれが大きければ大きききけばいいほど図の右側に行きますという情報ですねで第2子成分縦の軸の方向ではこの NKG7 っていう遺伝子がすごく強く効いていてこの発現量が高ければ高いほど図の上の方に行きますっていう情報を表現しています。 とということで本当にそうなってるのかっていうのをちょっと見てみようと思うんですけどこれ何をやってるかっていうと座標自体はさっきの p c i と全く同じですで細胞の色ですね細胞の色をここで指定した遺伝子の発現量に合わせて色付けしてます、えっとまあ、細かいその作図の部分は本当にその午前中の話の通りやってるだけなんですけど 遺伝子のシンボルでその発現のデータを取ってきてそれに応じて色を増減させるっていうプロットをしてますそうするとまさにまさにというか、まあ、当たり前なんですけど、えー、第一主成分の因子負荷量のトップだった FCN1 遺伝子はやっぱり右側にここで発現度が高いわけですねで第二主成分のトップだった NKG 7分っていうのをプロットしてみるとやっぱり 上側に行くほど発電力が高いという感じで、えー、まあこういったプロットを遺伝子1個1個ごとに全部出さなくてもこういった情報を見ることでどっちの方向がどういう意味を持った軸なのかっていうのが見れるっていうことになります。あとまあここは、えーと 寄与率,、ねえー、率も実は結構数学的に美しい構造を持ってて固有分解した時の固有値が単純にそれぞれの姿勢分の分散を表しているので、まあ、それの割合を見るだけでいいんですけど、うんえー、ちょっと見づらいですねこれ PC1PC2 ってちょっと文字をその座標に描くっていうちょっとおしゃれなことをやっていてえっと。 まあそれぞれが何パーセント起与率担保してますかっていうのを表現してますログ点取ってるので、まあ、PC1 でこの場合3%とかそんぐらいしか、えー、ないんですけどまあそういう感じですねはいここまでで <laughs>、えー、どうでしょうなんかパッパッと言っちゃったんであれなんですけど大丈夫ですかね PCA はもう知ってるよっていう感じですかね はい、えー、っと,じゃあちょっと次いきます相当早く進んじゃってるんで本当ちょっと明日の時間余りが心配なんですけどまあえー、っとはいえー、次がこれはそれほど知ってる人多くないかなと思うんですけどこれも相当発電量の解析それこそマイクロアレンの時とかからずっと使われてる手法なんですけど。皮膚行列因子分解 というちょっ両々しい名前がついてますけど、まあ、略して N M F って NMF 呼ばれてるような手法ですでこれが何をしてるかっていうとちょっと主成分分,主成分分成のことは一旦忘れてもらって全く違う考え方で次元削減をしてます。で、えっとまあ、行列の計算を思い出してほしいんですが今手元にあるのは遺伝子かけるサンプルのこのでかいテーブルです。 このでかいテーブルが何か2つの行列の掛け算で出来上がったものだと仮定します。いいですかね。行列のサイズ合ってるの分かりますかねあの行列の掛け算のあれを思い出してもらえればいいと思うんですけどこのでかいテーブルがこの行列 W っていうのとこの行列 H っていうものの掛け算で出来上がったと考えるとでこんな考え方をして何が嬉しいのかってことなんですけど。 例えば一つの解釈としてこういう分解が仮にできたとしたらこっちのダブルの行列に入っているのは何か典型的な遺伝子の発現パターン例えばここのサイズが3だとすると今これ6,000遺伝子かける3っていうマトリックスになってますけど3セルタイプが実はあってそれが2,000細胞に分布していに分布してるデータだとしたら サンセルタイプのそれぞれは代表的にどういう発電パターンを取ってるのかみたいなのがこっちです。セルタイプはあんまり良くない例えでしたね。えっと。なんでかっていうと、えっと。この場合は完全にこの三個に分類するんではなくて、それが細胞ごとに混じり合ってるって考えるんですね。その三つのパターンが何らかの比率で混じり合って、それぞれの。 この発言パターンになって,いるって考えますだから例えば例えば 2, 2パターンとすると何かの文化の過程の最初の細胞と終着点の細胞のパターンがここに出てきてこっちの割合のところではそれがいろんな混ざり合いをした比率が出てくるとか、まあ、そんなイメージですかね。 でこういった分解を可能にするのが非フチ行列因子分解っていう手法で非フチ行列つまりポジティブな値しかない行列、まあ、遺伝子発現テーブルとかまさにそういうテーブルですけどそれを2つのポジティブな値しか持たないマトレックスに分解するっていうアルゴリズムです。で、えっと、これは自分で決めなくちゃいけないんですけど隠れた次元として何次元あるかっていうのは自分で 決める必要がありますそれによって何パターンに分かれるかっていうのがここで決,め決定されてしまうので,で当然この K の値をすごく大きく取るとあ、えっと、当然なんですけど K をすごく小さく取るとこの誤差はすごい激しくなるわけですね。どうやってもその小さい事元で分解できないものを無理やり分解してるってことになるので誤差は当然出てくるんですがその誤差 が許容できる範囲ギリギリで。この計を小さい値に取ると。まあ小さい低次元の空間に分解できるって言うのがこの手法です。で実は非常にステ成分分析と。その根っこの考え方の部分では似たところがあって。まあ同じようなことをやってるわけですけど、何がいいかっていうところが。まあこの図がすごくわかりやすいので、ここで書いてるんですけど、これ。 主成分分析で、えー、顔画像の特徴量みたいなものを出したものがこっちで非、えー、不知行列分解で特徴量みたいなのを出した代表的なパターンみたいなのを抽出したのがこっちなんですね。で主成分分析の場合はその分解の仕方の中でマイナスの値が出てきたりプラスの値が出てきたりするのでその裏のコアなパターンっていうのが訳が分かんないものになりがちなんですけど先ほど言ったように非不知行列因子分解の場合は。 どのマトリックスも全部プラスの値の両列として分解されるので顔のコアな要素として例えば口目、えー、右目左目みたいな割と解釈のしやすいコアな特徴量ってものが得られると。ということで皮膚値両列因子分解の思想としてはプラスの値だけで構成されているテーブルがあるならそのもともとのパターン自体も全部プラスの値だけで 成り立ってるはずだよねっていうところが、えー、この手法の肝ですね、えー。まあアルゴリズムは飛ばすんですけどまあえっとうまいことやるとうまい分解ができます。で、えっとまあ、具体的にどういうことができるのかっていうののデモが次のところにあります。これ細かくはコード見てもらう必要ないんですけど出てきた結果をちょっと見てもらいたくてこれ何をやってるかっていうとですね まず仮に今これ勝手に作ったデータですこういう2つのクラスがあってクラス0ではちょっとクラス0とクラス2クラス0クラス1クラス2っていう3つのパターンがあるとしてクラス0のパターンでは人員012が発言して他は発言してないクラス1では真ん中3つだけクラス2では後ろ4つだけっていう 何かししらのの細胞クラスみたたいなものがあったとしますでセルの0番から9番ではそれぞれがこういう割合で、えー、混ざり合ってると仮定します。でこの掛け算この行列の掛け算をするとこのそれぞれがこういう割合で足し合わされたこういうテーブルができるわけですね。セルごとに、えー、どの遺伝子がどんだけ発現してるかは このそれぞれのクラスをどういう割合で混ぜたかによって決まってるっていう仮定です。で、まあこの場合は自分でこれを作ったからこれが分かっているんですけど、遺伝子発現テーブルとして得られるのはこれだけです。混ざった最終結果だけ。じゃあこれだけの情報から元のこの二つを復元できるかっていうのが、えー、NMF のやり、えー、アルゴリズムになります。実際にそれをやったのがこれなんですけど、このデータだけ。 使って分解をするときれいにこういう感じで分解をしてくれますちょっと順番はランダムに決まっちゃうのであれなんですけど後ろ4つ、えー、最初3つ真ん中3つみたいな3つのクラスがあるっていう風な予測をして、えー、それぞれがこういう割合で混ざり合ってるとで再構成するとほぼ最初のデータと同じようなものが出来上がるよみたいなそういう感じですね。 えと大丈夫ですかね分かりにくいと思うんですけどじゃあ、えー、とこれを、まあ、実際に見てみた方がいいと思うので実際のデータに適用するとどういうことになるのかっていうのをやってみます。でやること自体はもう全くさっきと一緒でサイキットランに NMF ってクラスがあるのでそれを呼び出して今ここでは仮に分解のコンンポネント数を2つのクラスから成り立ってるデータだって仮定します。 でそれぞれぞを計算するとそうするともともと今使っているシングルセルの発現データテーブルは2,000遺伝子 ×2020 細胞なんですけど分解の結果出て,る出てくるマトリックスは2,000遺伝子 ×2 のそれぞれの細胞クラスのデータとあとそのそれぞれのクラスがどう混ざり合っているかを意味する2020個分の細胞の混ざり方のパターンっていうマトリックスになります。 ということでえー、じゃあ実際にどういう感じなのかっていうのを、まあ、2,000個細胞があるので全部見るの大変なので最初の30個だけ見てるんですけどこの場合だと、まあ、細胞によってクラス1の遺伝子が100%っていう細胞とクラス1とクラス2が半々ぐらいに混じってる細胞がありますよって感じになってるわけですね。 これが何を意味しているのかっていうのは、なかなか解釈が難しいんですけど。先に、その、それぞれのクラス。は、どういう遺伝子が入っているのかっていうのを見てみると。クラスワンの方では、こういった遺伝子が。寄与してますよと、こういった遺伝子の発現量が大きい。クラスツーの方では、こういった遺伝子の発現量が大きいっていう情報が出ます。まあ、これだけ見ても、何なのか、全然わかんないと思うので。とりあえず。 全ての2,000個の細胞に関してこのクラス1細胞とクラ,あクラス1遺伝子とクラス2遺伝子の発現量を見てみようとしたのが次の、えーまあ、ヒートマップなんですけど赤いところほど発現量が高いんですけどこれ1個1個これ2,000個細胞が並んでますで上,10個上から10個がクラス1遺伝子で下の10個がクラス2遺伝子です これ見ると非常に分かりやすいんですけどさっきその細胞ごとの割合でクラス1が100%のパターンかクラス1クラス2が半々ぐらいに混ざったパターンかどっちかだよっていう話をしたんですけどクラス1遺伝子っていうのはどうも細胞に関係なくどんな細胞でも発現しているような遺伝子セットだと。一方でクラス2はある特定の細胞集団だけで発現しているような遺伝子だと。いうことでこういった細胞は。 クラスワンだけでほぼ100%成り立ってるんだけど、こういった細胞はクラスワンとクラスツーが半々ぐらい混ざったパターンになってますよみたいな、そういう解釈ですね。大丈夫ですかね。わかりにくいですか。わかりにくいとは思うんですけど、まあこういった解釈ができるっていうところがまあ NMF のいい点というか。 はい、でまあその何クラスあるかっていうのをどう計算すればいいのかっていう話なんですけど、まあ、これは難しいところで、えー、やり方としてはこれやんなくていいです結構計算量時間かかっちゃうのでここ実行しなくていいんですけどいろんなクラスで分解をひたすらやってみます。で分解をすると当然その分解をした行列を掛け算した時に元に戻るかどうかのそのエラー誤差 がそれぞれごとに決まってくるので、そのリコンストラクションエラーを計算できるわけですね。で当然増やしていけば増やしていくほどリコンストラクションエラーがこう下がっていくんですけど、それがいいところで落ち着いたぐらいがまあいいんじゃないかみたいなゆる、えー、い判断でやると思います。もう一つは最近出た手法で、これシングルセルに NMF のちょっと特殊な工夫を加したバージョンを 適用している例なんですけど、まあ、彼らの手法だと、まあ、エラーは下がりきってないけど分解としての安定性が高いようなところでそのクラスを決めればすごくきれいに細胞集団の潜在的なクラスを分解できるよみたいなことを言ってたりするので、まあ、こういった論文を参考にしていただければいいかなと思います。はい でえー、ちょっと時間がそろそろしできたんですけどあと15分ぐらいですかね。えっとまあちょっと残りは明日に持ち越しということになるんですけどちょっと触りだけ非線形の、えっと、さっきまで、えっと、線形その高次元空間をある面でスパッと切り裂いた時にできる影を見てるっていう話をしたんですけど果たしてそれでいいのかっていうところが次の部分です。 でえー、ここのセルを実行してもらうとこれからお話しするアルゴリズムのいくつかが見れるんですけどちょっと時間かかると思います。10秒ぐらい10秒から20秒ぐらいかかると思うんですけどこれ同じデータセットについていくつかの手法を試して次元削減をするっていう計算を今後ろでやってます。 で、それがどういうデータセットかというと、こういうデータです。これは。えっと、まあ、適当に作ったデータなんですけど。三次元空間上で、その字が帯の形を持って、分布しているっていうデータ。があったとします。で、三次元を認識できないとします。これ、三次元認識できる人が見たら、真の構造が分かっちゃうので。え、三次元を認識できなくて、何とか二次元に落としたいと。 考えたとしますこの時このデータに PCA をかけると何が起きるかっていうとこの分布の一番分散の大きい軸は明らかに S の字のこの字縦の方向ですよねで次に分散が大きいのはちょっと帯が細めなのでこの横の方向になります。なのでそのもの S 字がそのまんまあと全部圧縮されてこのこの一個一個にこの帯の分全部積み重なっているんですけどこういった次元削減になります。 でまあ、これでいいと言えばいいんですけど、まあ、結局どんな次元作例もそうですけど何か情報は落としてるわけですね。自分がどういう情報を落としてるのかってのを知るためには PCA だけだと何の情報が消えてるのか分かんないわけですね。で、えっと、今回ちょっと解説しないですけど MDS っていう別の次元作例の手法ちょっと去年の講義とかで割と詳しめにやってるので。 多次元尺度構成法っていう手法に興味ある人はまあそっち見てもらうといいと思うんですけどそれで見るとちょっととその帯が表現されてると相変わらず S 字に引っ張られてるんだけどちょっとそこの帯の厚みみたいなものが若干反映されてる手法です。でこれからお話しするティースニーと UMAP っていう手法はそれらとは全然考え方が違ってえー これはかかりますかね、えっと、SG の情報は完全に落ちてしまってるんだけど帯としてつながってるっていう情報が残されてるっていう事例作ですこれ、まあ、帯がなんか変な方向にこうずれてますけど帯であるってことはここから想像はつくわけですね SG だったかどうかは分かんなくなっちゃったけど。でまあこういう手法なんですけど。 何がいいかっていうとこれまでの行列分解小置分解とか非縁分解とかそういう手は高次元空間のデータのリニアな関係性空間を平面で切るとかそういったやり方で見ていたんですが実際は。 もしかしたらぐにゃぐにゃに曲がったような分布をしてたりとかなんか螺旋描いたりとか何か線状のものがこうぐるぐる移動してたりとかそういった分布をしてる場合にそういった特徴を全くこの線形の手法では得ることができないとそういった単純な線形変換で捉えられないような特徴を抽出する手法が、えー、ここであすいませんこれ去年のスライドをそのまま。 取ってきたので MDS とか使うって書いてますけど MDS は今回は使わないです t スニーと UMAP を使いますまあこういった手法になりますで t スニーがもうめちゃめちゃシングルセルの論文では使われてますほぼ必ずスキャッタープロットが載ってたら t スニーで描かれてるっていうぐらい使われてますえー、っとまあなんで使われてるかっていうと単純にスーラーが実装してるからってだけだと思うんですけどまあその t スニーで描くと そういった高次元空間でそのぐにゃぐにゃに曲がってたとしてもしてるどういう細胞とどういう細胞が建設してるかって情報を保ったままえ次元を落とすことができるということでえ,ーえーっとアルゴリズムの説明にいきたいと思うんですけど。 ちょっと十分でどれだけできるかわかんないんですけど、具体的に何をしているかっていうのをちょっとだけお話します。ね、これはえっと T S N じゃないですえっと M D S 多次元尺度構成法と呼ばれる手法で、まずアイディアとしては高次元空間上の点同士の距離関係と低次元空間内に落としたときの点同士の距離関係を一致させたいんですね。わ、えー、かりますかね、その点と点の距離関係が同じであるといい次元の落とし方ができている。 で仮定しますそうするとこの低次元の、まあ、高次元空間、えっとまあ、想像をすることも見ることもできないような,なんか分布をしてるけど距離は測れるとしたときに低次元空間の点の配置をどういうふうにすれば高次元空間のこの距離関係を全部再現できるかっていうのを最適化していくこれが、えっと、その距離関係のロスが最小になるように点をこう 位置を調整していくっていう手法が多次元尺度構成法ですこれもよく使われていました今でもマイクロバイオームのデータとかでは結構使われてますただこの手法のダメなところはこのロスを計算するときに遠く離れた点の影響がすごくでかくなっちゃうわけですね当然どの点も遠くに点があるのでその距離関係が ここの項にものすごい効いてしまってなるべく遠い距離がちゃんと遠い距離として表現されるような次元にな、えー、点の配置になってしまうとでも本当はあんまり遠いところの関係性は正直それほど重要じゃないと思っているわけですねどの点とどの点が近いかの方が僕らは見たいとその時に遠くの点を見ないようにあるカーネルをかませて遠くの点を無視するような えー、計算をしますこれがその確率的近傍埋め込みっていう SNE っていう手法なんですけどある点からガウシアンカーネルをかませて、えー、距離を確率値に変換するみたいなことをします。で遠くに行くほど確率値が低くなるのでまあ影響が、えー、なくなってくるんですけど近いところは非常に高い確率になるようにすると。で低次元空間の方でも同じように 距離を確率値に変換して、えー、点と点の関係をこのガウシャンカーネルとして表現するとでこのガウスの形が一致するように最適化するっていうのが、えー、工夫ですねこうすると近い点同士の距離関係が保たれたまま低次元の配置が得られるっていうふうになります。 いいですかね分かりにくいですよね分かりにくいとは思うんですけど、まあ、こういうものとして考えてもらいたいんですけどで、えっと、これでまだダメなことがあってこれをさらに改良したのがティースニーって呼ばれる手法なんですけどえっとまあ何がダメかっていうのを若干ちょっと説明しづらいんですけど今同じガウシアンカーネルを高次元空間でも低次元空間でもかませてたわけですね。 なんですけど実際は6 0何次元空間とかと2次元3次元の空間っていうのは空間の密度というか体積が全然違っていて考慮すべきこの近さ遠さみたいなものがスケールが全然違うとそういったことを全然考慮してない最適化になってしまっているのでティスニーでやってるのは、えっと、低次元側はガウシアンカーネルではなくて t 分布型のカーネル。 にするっていう風にしてます。まあ、T スニの T は T 分布の T なんですけど、そうすると何が嬉しいかというと、ガウシアンとスチューデントの T 分布はその関数の形がちょっと違っていて、T 分布の方の方が裾が重いってよく言われるんですが、裾が重い分布になってます。つまり遠くの方まで確率値が残ってるような分布になってます。なのでこれを最適化しようとした場合、高次元空間でこんぐらいの確率値を取ってた 点と点の間は、T えー、低次元空間の T 分布ではもっとこっちの方によるわけですねつまり低次元空間側で、えー、高次元の密度をもっと低次元側ではプッシュして外側に開いて、えー、全体の点が潰れてしまうのを防ぐっていうのがこの手法ですえー、と。 っっていう感じですえっとそ分かりにくいとは思うんですけどまあこれがまあ非常に使われてるとまあ「TSNE」T、とか「TSNE」とか言ったりしますけどまあ僕はずっと「TSNE」って呼んでたんですけどまあなんかちょっとその割と、T「TSNE」っていう呼び方の,方の方が一般的らしいですけどまあちょっと。 じゃあ T 型じゃない SNE は SNE なのかみたいな話があるんであんまり好きじゃない呼び方ではあるんですけどまあちょっとみんなそう呼んでるからそう呼ぶことにしますまあなんか TSNE って言った方がなんか業界人っぽく振る舞える感じがあるのではいでまあそれを実際に計算してみようということをですねでえっとちょっと前置きはえっとここでやってることはですね まあ、t ス2を直接かませる前に今2,000次元空間なのでちょっと計算効率のためにもう少し次元を t ス2の前に落としておきたいってことでまずは一旦主成分分析をして50次元に落としてますそうすると 2,000×23 ああ 2,0002023×2,000 2000だったテーブルが 2023×50 のテーブルに落ちるわけですねはいまあこんな感じで でこれに対して tS2 を作用させると、えー、これもサイキトランのクラスが定義されているので tS2 を呼び出して2次元に落としますってことを指定して、えー、データをフィットさせてますちょっと時間かかると思うんですけどその圧縮したデータをプロットしてみるとこういう感じの図になるとで PCA と違って その細胞と細胞の距離関係が高次元空間でどうなってたのかっていうその微細な構造関係の情報がこの一個一個の点ごとに最適化されて表現されていると。いうことでよりそのクラスター感というかなんか近い細胞集団がどういうふうにあるのかみたいなことが見えやすくなっていると思うんですけどただえっと 最初に PCA のところでも言ったんですけどこの図に関してこの軸が何を意味しているのかとかこの距離はこの距離に比べて何倍遠いとか近いとかってことは言えないっていうのが非常に大きな特徴です。なぜかというのが非常に大の場合は近い距離関係の最適化しかしてないからですね。遠くは全部無視してあくまで近接している細胞同士の距離関係が安定するように学習をしているのでこうやってつながっている部分では。 ここがこういう構造をしてるってわかるんですけど、これが遠くなってる理由がなんで遠くなってるのかとか、こっちのこのクラスターはこっちに比べてこっちにより近いとか遠いとか、そういったことは一切議論はできないってことになります。そこはもうえっとすごく誤解されるところで、そういうディスカッションをしちゃってる論文もあるぐらいなので、そこは気をつけてもらいたいんですけど、あくまでどういう細胞がどういうクラスター 近接関係を持っているか大体どれぐらいの島に分かれるのかとかそういった考え方ですね。はい、ということで、えっと、案の定全然終わらなかったんですが、えー、こういう感じで続きはままたた明日の午前ととといいいうことにしたいと思います続き、まあ、パラメーターの変更でティースニー全然見え方変わっちゃうよって話をして明日は、えっと、ティースニーが死んだという話を。<laughs> ここまでやっときながら、えー、明日はちょっとそれを否定するっていう方向の話をいきたいと思います。はい、なので今日は皆様お疲れ様でした。また明日よろしくお願いいたします。あまりですかね。まあちょっと昨日その時間が余っちゃうかもって言ったんですけど、講義の資料を昨日ちょっと夜中作ってたらちょっとテンションが上がって作りすぎちゃって、もしかしたら結構時間いっぱいまでいっちゃうかもしれないので。 皆さんおはようございます最終日ということで相当お疲れだと思うんですけどあともうちょっとの辛抱なので、えー、よろしくお願いいたします。でえっとまあその昨日ティースニーの導入のところまで話がいってティースニーがなぜ死んでしまったのかという話。 をする前にです、ね、ちょっとティスニーがまだ輝いてた頃の時代の話をもう少ししたいんですけどその前にちょっとジュピターはまた昨日と同じように開いてもらって変数とかの情報が消えちゃってる可能性があるので一旦ですねえっとここのところですかねここのところ行ってもらってセルのランオールアバブっていうのを くださいあのメモリからそのデータフレームの情報とかが全部なくなっちゃってる可能性があるのでそれちょっと再計算してもらわないと後の,後の計算で読み込めなくなっちゃうのでちょっと時間かかると思うんですけどここの標準化のところあたりまで全部走らせておくとそうするとそこまで自動で全部走ってくれるので。 大丈夫ですかねこんな感じではいでえっと昨日どこまでいったかっていうとまあティスニーがどういう手法かっていうのを説明しましたでえっとまあ当然別に、まあ、死んではいなくてですね今も普通にたくさん使われてはいるわけですけどちょっといくつかその使うにあたって注意点みたいなものがまあ,あるっていう話をしなくちゃいけないんですが。 まあ、昨日こういった感じでティスニーを描いてもらってでこの時特に何もそのティスニーの計算にそのパラメーターの指定とかをしなかったと思うんですね普通に二次元に落としてくださいってことだけ伝えて、まあ、これが描かれたんですけど実際は結構そのティスニーをやるにあたって調整しなくちゃいけないその見た目が結構変わるパラメーターっていうのがあってそのすごく大きな一つがパープレキシティっていうパラメーターです。 これ何なのかっていうのを具体的に説明するのが若干難しいんですけど直感的に言うとそのここでえっとまあ昨日の話ですけど高次元空間でえっと自分の近傍をあるカーネルで探して遠くのものをあまり見ないようにしているっていう話をしたんですけどこのガウスカーネルの話をする時にここのパラメータですね こののシグマの部分、まあ、つまりそのカーネルの広さ幅みたいなものですけどこの部分のパラメーターの決め方の話を全然してなかったと思うんですね。で実はこれが相当その次元削減する時の、えー、結構、えー、クリティカルなその見た目にとってクリティカルなパラメーターになってしまいます。どういうういこことかっていうとかのカーネルを 全部固定の幅で圧縮してもいいんですけど当然その高次元空間に分布しているときは領域によってすごい点の密度が高いところと低いところとがあるわけですねそういう時に固定の幅のカーネルを全部の点に対してかけてしまうと、えっと、点の密度が高いところではすごい情報リッチにその距離関係が低次元に移した時に再現されて一方でスカスカな部分でそのカーネルをやると例えば点の周りに 全くその他の点が見つからないような場所は全くその他の点との距離情報が圧縮されないその情報として取ってこられないってことになるのでティースニーの場合はどういうふうに変えてるかっていうと自分の近くの最低限何個ぐらいの点をキャプチャーできるサイズに拾れてるんですね。すごいスカスカカのところではすごい広げて とところではすごいい細めに取って,っていうでパープレキシティっていうのは直感的に言うとその時の、えっと、ニアレストネイバー沸騰の数みたいなものだと考えてもらえばいいんですけど <laughs> 直近の近傍何個ぐらいの情報を取り込むかっていう情報を、えーえー、その指定によって与える必要があると。でそうすると例えばこの論文の図で言うとパープレキシティを50っていうふうに設定すると。 そののの空間中のどの点も周り自分の周りの細菌棒50個の点、まあ、厳密に言うと違うんですけど、まあ、50個ぐらいの点までの情報を見るということで、えっとまあ、相当その何て言うんですかね微細な構造の部分の情報が漏れるというか広い範囲の割と対極的な構造の情報を全部圧縮するっていうふうになるんですけど一方でパープリシティ5ってすると自分の周り5個の点しか見ないので。 その広い範囲での構造をなるべく見ずに自分の周りだけ見るっていうことをするとすごい細かな点と点の間のつながりみたいな構造が表現されるようになるとその結果こういった何て言うか全体の構造ほぼないに等しいんですけどそれぞれの点の中の細かな構造だけはすごい拡大して見えるっていうまあ大まかに言うとこういった違いが出てきます。ということでえ実際の こうです。あ、一旦じゃあちょっと昨日と同じここのえー、っとあすいませんここからですね t スニーの1番のところからもう一回セルを実行してもらいたいんですけどすいませんモジュールのインポートがどっかでしてるんでそれが必要ですね。 ここですね PCA のインポートを押してもらってあすいませんこれも必要ですね標準化のところと PCA のインポートを押してもらってあ大丈夫ですかね標準化のところを載せると PCA のところを載せるの実行をしてもらってでさっきの TS2 のところに戻りますちょっと昨日中途半端なところで区切っちゃったんで面倒くさくて申し訳ないんですけど <laughs> でその上で機能と同じような TS2 を、えー、実行すると。でえっとデフォルトではこの何も指定しない場合ですね。何も指定しない場合はパープレキシティ30がデフォルトで設定されます。でえっとまあ開発者の論文を読むとパープレキシティはどんなデータでも大体5から30ぐらいの値にしとくのがまあ いいみたいな一応ヒューリスティックな経験的な設定はあるんですけどまあそれが変えた時にどう変わるかっていうのをその次のところでパープレシティのパラメータを5に設定した場合とさっきのこの30に設定した場合とものすごく広げて500に設定した場合でどうなるかっていうのを3つを比べてみます。 でまあ、ちょっと時間かかると思うんですけど今パープレキシ,パープレシして5の設定の計算をしていてでその後500の計算をしてますねこれ全部終わったら5の設定30の設定500の設定3つプロットを書いてみると ちょっと計算は時間かかると思うんですけどだいぶかかってますねえっと500は結構かかるんですねなんでかっていうと1個1個の点全てについて自分の周り500個の点との距離計算してるからですね。なので 基本的にパープレキシティを大きくすると計算時間相当かかるということであ終わりましたねそうするとこんな感じの図が出てくると思いますえっ、ー、と3つ図を並べていて左からパープレキシティ530500っていう感じですねでこの図の見た目がさっきの話の直感と大体合うかどうかっていうのをちょっと確認してもらいたいんですけど まあなんかそのパブリティシティでかくする分には実はそんなに <laughs> あんまりその見た目にそれほど大きなまあちょっとこういうクラスターとかなくなっちゃってますけどそれほどはまあ,あんまり関係ないかなっていう感じはちょっとするんですけどパブリティシティをすごくちっちゃくするとえまあこれ一個一個のクラスターの中身の構造がどうなってるのかっていうのがより拡大されて見えると。 でここでまたちょっと昨日の注意点の話に戻るんですけどこの2つ比較してみて分かるように結局こういったクラスター間の距離ほとんど意味を持たないんですね5にしちゃったらもうこの距離のがこっちよりも長いとか短いとかなくなっちゃってるのでなので結局こういったクラスターの間の距離空白の部分の距離はまあ解釈をしてはいけなくてこういったものは結構変わってしまうと。で最初に与えるのの種ででも変わっちゃうので まあそういった感じで結構そのパラメータに関しては注意点がいろいろ必要で自分が何を見てるのかね今後出てきた結果に対してどういう解釈をするのかっていうのはまあえっと相当慎重にならなくちゃいけないという話です。でえっと実際のところその注意喚起は T3 の開発者本人が相当ちゃんと言っていまして。 まあ論文でも書いてあるんですけどこれ結構いいティースニーの資料でその開発者がティースニーでやっていいこと悪いことみたいなことをまとめてくれててやってはいけないことの代表例としてティーースニってて書いてあるんですね要はそのティースニーの図を使って何かを証明するとかこのティースニーの図から何かを 断言するみたいいいななこととははやってはいけないとあくまでマップはマップで、まあ、解釈のためにあるものでで「Don't assign meaning to distance across empty space」なので、まあ、その断絶された部分の領域を含んだような解釈はしちゃいけないとかあと「Don't forget the scale」そのパープレクシティが結構重要だってことを絶対に忘れちゃダメだよってことを言っててですごくいいことを言ってるんですけどティスニーは「 えっと、仮説生成とか理解にとって有用なツールではあるけども何かコンクルーシブなエビデンスを提供するものではありませんってことを言ってるんですねこれはちょっと後でも言いますけどティスニーに限らず結構どんな機械学習とか統計でも成り立つことだと思っててでこれここに引用してるのはそのジョージ・ボックスさんって統計学触った人にとってはそのボックスミュラー法とかで有名な統計学者さんですけど。 の有名な引用があって「オ、えールモデルズは w r o n g b u t s o m areUseful」っていうものすごい深い言葉なのでなかなかちょっとその僕個人の解釈では、まあ、統計に限らず統計モデルに限らず科学の仮説とか科学のモデルでも何でも、まあ、間違ってはいると現実ではない何か理想化された世界の何かを 語っっててるものであって何かの情報は捨ててるし何かは無視してるわけですよねそういう意味では間違ってるんだけれどもユースフルっていうのはその実用的とかアプリケーションとしてとかそういう意味ではなくて何ていうかそこからどういう理解を生み出すかとかどういう何て言うんですかねその世界観に与える影響とかどういったところを引き出せるかどうかが重要なんであって。 そ,れがそのものもが現実とイコールだっていうのを盲信的に信じるのはよくないよっていう意味なんじゃないかなと個人的には解釈してるんですけどまあこういった何て言うかまあ,ある種ドライな距離を置いた視点っていうのはまあ統計学とか機械学習はまあその強力な道具であるがゆえにちょっとえまあこういった考え方は常に持っていた方がいいのかなと思います。 まあちょっとこれは余談ですけど、まあ、この辺のティースニーの具体的な注意環境はまあ重要ってことですね。で、えっとまあ、ティスニーに関してはこんな感じです。でいまだにいまだにっていうかまあもうずっとものすごい使われてます特にシングルセールの RNSEC で使われてます。なんですけどこれえっと去年のこの回で話したスライドを1枚取ってきてるんですけど。 UMAP っていう手法を t ズニーの話をした後に1枚だけ紹介して今後流行るかもみたいな雑な感じで話をわらせていたんですがこの講習会の1か月後ぐらいにこういう論文が出てネイチャーバイテクでシングルセルデータ UMAP でビジュアライゼーションしましたと。でまあ 当然まあすぐスーラとかスキャンパイとか UMAP を取り込むわけですよね。でその結果もう今大体シングルセルのデータの人がポスターを見ると UMAP で書かれてるっていうぐらいにティスニーをみんなあんなに愛していたはずなのにもうほとんど UMAP に移りつつあるっていう状況になってます。でまあブログでこういうことまで書かれちゃうぐらいなんですけど。 UMAP の論文を読んだことがある人がいるかどうかっていうのがちょっとあれなんですけどまあその去年の段階ではまだそんなに使われてなかったんで、まあ、今後流行るかもぐらいで済ましておいてよかったんですけどこんだけ使われるようになるとちょっとアルゴリズムを解説しなくちゃいけないっていうのでものすごい苦しみながら論文を一応読んでアルゴリズムが全く理解できず。 どういう利点があるかっていうところだけ今はちょっとここにまとめてるんですけどまずそのティスニーと比較した時ですね UMAP 何がいいかっていうとまあとにかく計算が早いと。えっとまあティスニーさっきから見てるように結構時間が計算かかるのでえまあとにかく早く次元削減してくれるっていうところと二つ目として今その論文で。 でかいデータセットだととシングルセルセ万以上の細胞とかの次の図を載せてたりしますそういう計算がティス生のティスニーだとほとんどできないので、えー、UMAP だとそういったものもそんなにメモリ使わずに計算ができるっていうところあとこれが実は結構理論があるところでさっきから言ってるティスニーの弱点の局所的なつながりしか基本見ちゃダメだよって話と違って。 PCA とかと似たようにデータのグローバルな構造を実は Umap は表現してるっていう話があります。あともう一つはこれ Umap の論文を書いた人が多分数学者だからだと思うんですけど、あの Umap の論文って普通のなんかツールの紹介の論文と違ってなんかその。 今までヒューリスティックスとして開発されてきた次元削減の手法 TS に含めてを体系化して数学的に表現するとどうなるのかっていうことを大数的トポロジーと呼ばれるよくわからない概念を使って、えー、ものすごいプルーフを積み重ねて何か構築してるんですね。でまあ <laughs> 読んだんですけどすごく久しぶりにその 論文を読んでなんでこうなるのかがわからないんじゃなくて何が書かれているのかわからないっていう経験をしてまあちょっと相当しんどい論文なんで基本的にいつもそのツールを使う時はまあツールの開発の元論文を読んだ方が一番わかりやすいですよって話をするんですけど、UM、の論文は本当に読ままないいいい方がいいと思いますで何がつらいかっていうとよくよく読んでみるとこの辺の数学の話が ツールル自体のアルゴリズムとほとほんど関係がないんですねその数学的な基礎付けをしてるんですけど実は UMAP のアルゴリズムをよく読んでみるとそのトポロジーの言葉の部分言及とか全部無視してですね読んでみるとティスニーとほとんど変わらないことをやってるとなのでえっとまあこれその UMAP の開発者のその ドキュメントから取ってきたつなんですけどこういった何か高次元空間でそれぞれの点についてアダプティブなカーネルを用意してニアレストネイバーグラフ的なグラフ構造を構築してこのグラフで構成されたこのエッジの距離関係を低次元と比較して低次元の表現を最適化するって部分ではほとんどティースニーです。で、えっと、これ先週海外の研究者がブログを 書いて、すごいいいブログだと思ったので。これみんなぜひ、もう論文なんかより、これを読んだ方がずっといいと思うんですけど。このブログを見ると、確かに。同じことが書いてあって。数学的に、すごいハード。だけど、そんなことは全部無視して。ティスニースにと比較してみると、すごく単純に整理できるよってことが書いてます。なので、えっと。実は、えっと、アルゴリズムの大まかな。フレームワークとしては。ほぼティスニースに。 なんですけど細かな部分で一個一個使ってる関数の形とかがちょっと違っていてそれが実は結構効いてきてるというかものすごいインパクトを与えてるっていうまあ実はなんかすごい数学の論文に見えて実はほんのちょっとしたアップデートだったっていう話なんですけどえっとまずですねそのティースニーを構成する重要な数学的な構造として。 大きく五つの部分があるんですけど、高次元空間での点と点の距離をどうやって測るか、高次元空間でのカーネルですね。T-SNE の場合はこれをガウシアン的に計算していたと。で、えっとこの部分のスケーリングはパープレキシティといったたえによって適応的に点によって変えてたってところと、あとこれその点ある点に対して他の点 との距離みたいな感じで点ごとに対称性がないのでその対称性をどうやって回復させるかって部分とあとこれがティスニーの独自なアイディアの部分だったんですけど定時空間でのの距離は T 分布型のカーネルでで表現できるというところでコスト関数その学習の時に最小化していく関数は高次電空間でのこのガウシアンと低次元空間での T 分布型のカーネルとの カルバックライブラーダイバージェンスっていう確率分布間の距離を測る指標があるんですけど、まあ、これを最小化するこの2つのカーネルの確率分布を一致させるってことによって、えー、低次元の配置をよくしていたその高次元の距離関係を保った低次元表現を得ていたっていうのがティスニーでしたで一方で UMAP は、えっと、ちょっと違ったように見えるんですけどすごく似てるこの分母の部分の ノーーーマライゼーションのタームがないだけですねほぼなのでこっちは同じようにやっぱりガウシアン的で,でこっちもやっぱり分母の部分のノーマライゼーションがないだけで非常に t 型の t 分布型の関数に近いものなのでここはすごい似てるんですけど距離を対象化する部分で若干ちょっと独自の工夫をしててまあ彼が言うところのファジー論理みたいなことを言ってなんか確率の 和集合的なもので表現してるっていうのとあとこの、えっと、カーネルのバンド幅を決める部分のパープレキシティに当たる部分が、まあ、もっと単純化されてて非常に計算が高速にできるって部分とあとコスト関数の部分がカルバックライブラーダイバージェンスではなくて交差エントロピークロスエントロピーって呼ばれる指標で計算してるっていうところです。まあ、何のこことととやらってことだと思うだ思んですけど 特に重要なのがこのコスト関数の部分で、えっとまあ、カルバックライブラーダイバージェンスをどれだけの方がご存知か分かんないですけどこれはものすごい統計学的に重要な量でいろんなところに出てきます。でこれの、えっと、重要な点というかまあ特徴として2つの確率分布が カルバックライブラダイバージェンスって距離ではなくて実は対象ではないんですね。このえっと P と Q が Q がまあこっちにしか出てきてないってことから分かるようにカルバックライブラダイバージェンスは P と Q 入れ替えると値が変わってくる一方でクロスエントロピーの方はまあそうではないっていうところが実は結構消えてきてでまあそのブログのところの一番ここが重要だと思ってるんですけど 実はティスニーというマップのコスト関数彼らそのそれぞれの手法が最小化しているコスト関数をよく比較してみるとそれぞれの手法が何でこう違うのかがよくわかると。えっとこの2つがですねティスニーというマップで、えっと、高次元空間での距離、X、点と点の間の距離、X、がすごく小さかったり大きかったりするときに コスト関数がどういうういい感じに近似できるかっていうのを示してますこの値を小さくするように y の値低次元空間での距離を決めるわけですね。でこれをこのコスト関数がどういうふうな関数なのかっていうのをプロットしてみるとすごい分かりやすいんですけど x と y について1つのコストが決まって x の その点と点の間の距離が小さい時から距離が離れた時で定時元空間でのすいませんこれこっち、y、ですね定時元空間での距離が小さい時からすごく離れた場合それぞれにその時のティスニーが最小化するコストがどうなっているかっていうのを示していてこれ見てわかるようにティスニーの場合は高時元空間で、X、が小さい距離がすごい 近い二つの点が低次元空間においてすごく離れてしまっていることに対してものすごいコストをかけると。えっとわかりますかね。その高次元ですごい近いのに低次元で離れちゃっていることにすごいコストをかけるんですね。一方でここ以外のところってほとんどゼロなんですね。ティスニーのコストは。つまり。 高次元空間で距離が離れているときに低次元空間で距離が近いことに対してほとんどコストをかけない高次元空間で離れているものは低次元空間でどんな距離関係にあってもほぼ何も意識しないってことなのでそうすると高次元空間である程度離れている点と点の間の距離は低次元空間でどんな値でも取れてしまうっていうふうな、えー、コストになってます かかりますかね要はその関係が対象じゃないってことこですね一方で UMAP の場合はさっきと同じように高次元で距離が近いものが低次元で大きく離れちゃってるとやっぱりコストが大きいんですけど高次元で大きな距離のものが低次元で近くに来ちゃってるとやはりそれもすごいコストが高くなるっていうその高次元空間での距離と低次元空間での距離に関して対照的な構造になってるっていうことが分かります。 なので、えっと、さっきから言ってるそのティスニーがそのクラスターを超えた距離とか比較できないとかって言ってるのはそこの距離が任意に調整されちゃうからであってティスニーがその近いものしか見れないっていうのは、まあ、高次元空間での距離が近い点しか情報として保存してないからなんですね。一方でででは高次元で 小さい距離か大きい距離かっていうどっちの情報も含めて全部定時点側に移しているというところがまあ実はこの2つの手法の大きな違いなんじゃないかっていうことがこのティス・ニーズ・デッドっていうことを書いた人の論文あブログで一応報告されています、えーっと。ということでまあえー、っと ケースを実際にやってみるんですけど昨日そのコンダで UMAP をインストールしてもらったと思うのでここのところを実行すると UMAP が走ります。 使い方はもうサイキットランのおなじみのいろんな機械学習のクラスと一緒でまず UMAP のクラスを定義していろんな設定をしてあげてそれに対して自分のデータをかませるということをやると座標情報が得られるという感じですね。でまあその結果を書いてみるとこんな感じです。 あんまりそのティスニーと変わらないように見えるんですけどまあ今までの話に従えばさっきと違ってこれとこのクラスターとこのクラスターとのこういった関係とこのクラスターとこのクラスターとのこの関係っていうのがまあ一応比較可能なはずだということになりますこっちのがより遠いとかそういうことですねただえっと まあこれもとはいえっていうところが次にあるんですけどとはいえまあそのパラメータをいじることで実は結構見た目が変わってきます。なのでえっとまだ現状議論がされていてそんなに決着がついてないと思うので UMAP 使った時にグローバルな構造解釈できるって点についてはまだちょっと慎重でいた方が いいいかなとは思いますで特に2つすごい重要なパラメーターがあってティースにとってのパープレキシティとほとんど同じ役割をするのがこのというパラメータです、えっと、やっぱり UMAP の場合もその適応的なカーネルを設計するときに自分の周りの点何個見ますかっていう情報を与えなくちゃいけないので、えっと、これがすごい小さい時は。 すごく近くの点しか見ないのでその構造のすごい微細な部分を、えー、よく見るとよくキャプチャーするようになると一方で全体の構造が見えにくくなる逆に見る点を多くしすぎると全体の構造は見えやすくなるんですけど近くの点同士のすごいファインスケールの構造っていうのは失われてしまうというこっちはちょっと説明がすごい難しいんですけど まあちょっと説明が難しいんですけどさっきのブログを見ると相当詳しく書いてあるのでまあそれを参照してもらいたいんですが基本的にはこのパラメータをすごく小さい値にすると高次元で近かったデータ点同士割と近めにあったデータ点がほぼ低次元側で一点に収束するようなすごい詰め込まれた感じのビジュアライゼーションになるこれが大きくなるとそれをすごい広げて映すような感じになるっていう感じです。 なのでちょっとこのそれぞれをいろいろ変えた時のパターンの違いを見てみようっていうのが釣りでこれも結構時間かかると思うんですけどここでやってるのはニアレストネイバーの数を5個にしたとき30個にしたとき500個にしたときで見た目がどう変わるかっていうのをやってますこのニアレストネイバーの部分のパラメータ設定でそれを変えてるんですけど それをビジュアライズすると、まあ、こんな感じになってあんまりそのクラスターの構造自体は、まあ、でも500個とかにするとやっぱり相当潰れますね。で5個とかにすると細かい部分をよく見るようになるっていうもう一つ分かるのがグローバルな構造を保存するって言ってる割にこの2つ見るとなんか結構違ったように見えると。 うん、相当違うと思うんですけどだからそう考えると、まあ、ティスニーとそんなに変わらない印象を受けるのであんまりそのニューマップだとグローバルな構造がキャプチャーできるってところを信用しすぎない方がいいかなとは思います。で今度ミニマムディストっていうパラメータをいろいろ変えた時の計算をやってみるんですが。 そうするとこ,んな感じです、ね、このパラメータをすごく小さくするとすごく狭い領域に点が詰め込まれやすくなる。で大きくすると結構それが広がって見えるようになると。いう感じでまあその結局どういうパラメータ設定を使えばいいのかっていうと。 まあないですねそのの選択の基準はもうないのでとにかくいろんなパラメータまあティスニーの場合もそうなんですけどこれがなんというかチャンピオンデータだみたいな図を書くというよりかはとにかく PCA とかも含めていろんな手法でいろんなパラメーターでいろいろ描いてみてやっぱ重要なことは何か図を作るってことよりかはもともとどういう。 構造していたのかっていうことをこういったいろんな図から知ることだと思うので、まあ、いろいろ試してみて元の構造結局どのやり方でどんな手法でどういうパラメータでやっても何かしら情報を捨ててることは確かなのでこういった情報が捨てられた図いろんな切り口で見た図からもともとはどういう構造をしてたのかっていうのを想像してみるっていうことのが重要ではないかなと思います。 はい、次元削としてはそういうところです、ね、なんかここまでで質問とかありますかね大丈夫ですか事例作減これで全体終わりなんですけどそうしたらえっと釣りこれも生物学の 生物学に使われる機械学習と隷学としてすごく重要なジャンルの一つなんですけどクラスタリングですねで階層的クラスタリングとか a 民 s は多分もうなんか聞き飽きたっていう人がいるんじゃないかなと思うんでもうとにかくいろんなところに解説があるので。 至る所に解説があることの解説はあんまりテンションが上がらないっていうのがあるんですけどまあちょっと多分経験してる方もいっぱいいると思うんですね R とか使ってると簡単にできますしなのでさっくりとだけいきたいと思います。で階層的クラスタリングはえっとまあこういう感じの図でよく説明されるんですけど。 ボトムアップ型のクラスタリング手法の代表的なものの一つで、まあ、サンプル全体を見回して、えー、ああそうですねサンプル全体を見回して、えー、一番近いもの一番近いもので点と点との距離で一番近いものだけじゃなくて点とクラスターとの距離まで考えてその中で近いもの近いものっていうふうに組み合わせていくでその距離をこういったデンドログラムの長さで表現して 最終的に一つのでっかいデンドログラムに積み上げていくっていうクラスタリング手法ですまあ特になんというかあんまり解説するところもないんですけどえまあ Python で使う場合はなんか昨日の講義の中で1回一個だけ多分どっかでデンドログラムが出てきたと思うんですけどあんな感じで。 千ドルグラムだけ出すこともできるんですけど、大抵その生物学で使われる場合、そのヒートマップとかと一緒に書くことが多いと思うので、そういう時によく使う。すごくシンプルで使いやすい。c ボーンのクラスターマップっていう関数があって、これがすごい便利です。行と列を与えたデータフレームを入れてでこの2つのパラメータを設定すると、えー。なんかいい感じの図が出てくると。 それをやってみましょうということなんですが、えっと、2,000個の遺伝子を全部書くと、まあ、このクラスターマップその図の縦の長さ横の長さを適当に調整して与えられるのでなんか時々論文のページの上から下までのでかいヒートマップとか出しているような論文ありますが、まああいう感じに出すこともできますし、まあ、どんな形にでもできるんですけどちょっと今回は2,000個ではなくて。 発言量の分散セル化の分散がでかい順に100個上から抜き出してきてそれを書いてみるってことをやります分散100個抜き出してきているところがここなんですけどパンダその工義のところであったみたいなソートバリューズ関数を使って高順で上から100個取ってくるとそれをクラスターマップにかけたのが えー、こんな感じの図ですね。これ100個遺伝子が両方向に並んでて列方向に、えー、2,000細胞ですかね、えー、あるという感じです。で、えっと、これ今両側で階層的クラスタリングをしていて遺伝子の方向で見たときにさっきのボトムアップ型のデンドログラムを書いたのがこっちで。 セルごとに見たときにさっきのこの縦のベクトルで凝集していったのがこっちのデンドログラムになりますでどっちかだけやるってこともできるので、まあ、それは設定次第なんですけど縦の方向の遺伝子の名前並び順は自分の指定した通りにしてもらってセルのデンドログラムだけ書きたいとかも設定によって簡単にできます。で、まあ、これも初等的な統計の教科書とか で触れられらることですけど階層的クラスタリングするときに決めなくちゃいけないことっていうのがあってまずはベクトル間の距離をどういう距離で測りますかっていうことですねまあ距離の測り方はいろいろあるのでユークリッド距離とかマンハッタンとかあと相関係数使ったような距離とかコサイン距離とかいろいろあるのでそれはもうえっとデータの性質に合わせてとしか言えないですねデータに適した距離を自分で選択するっていう。 それをこのメトリックって部分で決めますサイパイにいろんなその名前指定するだけで得点の距離関数で計算してくれるようなものがサイパイの P リストだったかなんだかっていう関数があるのでそこのドキュメントを見るとどういう名前でどういう距離が指定できるかっていうのがわっと書いてあるので、まあ、そこを見てもらえばいいんですけど、まあ、ここで一つ指定をして。 でもう一つはそのクラスターをどうやって併合していくかって部分の手法がいろいろあります。でそれをこのメソッドっていう部分で指定するんですけどまあシングルリンケージコンプリートリンケージとかそのクラスターとクラスターの 距離が近い遠い遠とかかを測るるにどうやって見るかですねクラスターって当然たくさんの点が集まって一つのクラスターになっているのでクラスターとクラスターの距離をその端っこ同士で測ったりするのかそれとも全体線の距離の平均で測るのかとかによってクラスターとの間の距離っていうのの意味合いが変わってくるということでここら辺もいろいろな手法が実装されているのでまあ適切に、まあ、どれが適切か っていうのは本当にケースバイケースなので何とも言えないんですけど、えっとまあ、ここでは特に詳しくは触れないですけど、まあ、その統計の教科書とか見るといろいろこういうケースはこういう距離とかこういうクラスター併合方法を使った方がいいですよみたいなの書いてあるので、まあ、そういったところを参考にしてもらえばいいかなと思います。すすすいいませんなんかいきなななり雑な感じになったんででけど、まあえっと、すごく色々ドキュメントがまあウェブでも 強化数でもたくさまあこんな感じでこれ今距離指標もともと相関係数で取っててクラスターの平行を平均法っていうのを取ってた時の図がこれで2個目のところでは距離をユークリッドでとってえクラスターの平行をボード法っていうので取った時の図がこれでまあそんなに見た目まあ見た目は結構違うんですけど並び の構造を見てみると、まあそこまで大きな変化はないかなという感じがするので、まあそこまで考えすぎなくてもいいかなとは思います。その論文とかに出すときに、ドに書いておけばですね、どういう手法でやりましたってことを。で、えっともう一つ、これももうめちゃめちゃ有名なクラスタリングの手法ですけど、K-means 法っていうもの。 ありますで階層的クラスタリングの時は階層的にデンドログラムが出来上がって明確なクラスターとクラスターの境界みたいなものがなかったんですけどここから説明する3つに関しては特定のクラスタークラスター1クラスター2みたいな感じで、えー、個別の島として分けるっていう手法になります。で県民図法ももももののすすごいたくさんん解説はウェブでででで教科書でもあるので、まあ、簡単になんですけど 県民図法の重要な特徴としては何個に分けますかっていうのを最初にユーザーが指定する必要がありますデータ点全体をですね3個とか4個とかでまず初期値として例えば3個って指定したとしたら3個のクラスター中心と呼ばれる点を空間中にランダムにばらまいてでそのクラスター中心に一番近いもの一番近い点っていうものをまずざっくりと分けます。 でその後このクラスター中心の位置をここでアサインされた集団の重心の位置にシフトさせると。でシフトさせたその位置でまた同じように他の点との全部の距離を測って、えー、それぞれのクラスターに点をアサインしてそうするとさっきとまたアサインされる点が変わってくるんですけど今度はその点に合わせてまた重心の位置にそのコアな点をシフトさせてっていうのをぐる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 繰り返して 全体のその点のアサインされるクラスターが変わらなくなるまでやっていくというと最終的に収束した状態ではいい感じでクラスターの重心の位置が決まってそれと距離が最小になるような点の集合が見つかるという手法です。でえっと まあ、サイキット欄に、えー、クラスタリング K means 含めて、まあ、いろんなクラスタリングのライブラリがあるんですけど例えばここでやってるのが点を2個のクラスターに分けてくださいってことを指定して計算をしてますそうするとまあ一瞬で終わるんですけど、えー、とデータフレームの,その座標の情報を与えて出力リターンされる値としてそれぞれの点の ラベル、そのゼロ番、一番っていう。今これ二クラスターに分けてくださいってことを言ってるのでラベルがゼロか一かどっちかなんですけど、これがその点の数分出てくるということでこの数数えるとそれぞれのクラスターに属している細胞の数がわかるっていう感じです。今回の場合はクラスターゼロ番に属しているのが七百二十八細胞あって、クラスター一番に属しているのが千二百九十二細胞。ということで基本的にクラスタリングはこんな感じで。 えっと、それぞれの点がクラスター何番なんですかっていうあれが出てくるだけなので、まあ、これだけだとちょっと分かりにくいのでよくやるのがクラスタリングとまた独立に何かしらの次元削減をかけて二次元に落としてその二次元の図の中でクラスターを色分けとして表現するということをやります。えっと今ここはあれですね。 めんどくさくなってクラスター2から7まで全部一挙に計算してその違いを全部表現するってことをやってるんですけどまあこんな感じでえ出すのが割と一般的というかこういう図を結構見ると思いますシングルセル RNSEC の論文とかだと大抵この図がついてきますえっと まあこれ一個一個その k イミ e ズ法で指定するクラスターの数を変えた時にアサインされる点がどう変わるかを出してるんですけど例えば2個だけっていうふうに指定するとこの島で1つのクラスターでこれ,これとこれとこれと全部合わせて1つのクラスターみたいな感じでえラベリングがされます。でクラスターえー k −ケイミ n ズに与えるクラスターの数を1個増やすとここが分割されて。 もう一個増やすとここは分割されてみたいな感じで、えーまあ、最終的にこんな感じになったりするんですけどまあこういう手法です。えっとそんなにその説明することがなくて実はあんまり使われないんですねその今時経営民図は。んでかっていうと自分がその最初に。 K の数その何個のクラスターに分けるのかっていうのを指定しなくちゃいけないんだけどそれはどうやって知ったらいいのかとクラスタリングする前にそのクラスターの数を指定しなくちゃいけないので、まあ、それがそもそも難しいのであとそのクラスタリングの良さを測る指標が一応去年の講習会ではどうやって K の数決めたらいいんですかっていうところをちょっと言及したんですけど、まあ、なかなかその指標自体が 難しいそのあんまりその利点もあれば欠点もあったりする手法ばっかりなので、まあ、それが難しいっていうところとあともう一つがさっきのこの手法の説明から分かるように基本的には k m e a n s 法はクラスター中心から距離が近いものを全部凝集させるっていう手法になってるものその距離の最小化を目的としてる手法なので。 結構変なクラスタリングががされちゃうことがあるんですね例えば球場どのクラスターもみんな球状のスフェリカルなクラスターだったらまあいいんですけど例えば物によってはすごいなんかバナナみたいな形状のクラスターとかあったりするとそれを変なところで適当に分割して2つに分けちゃったりとかが結構起こるので実際にこれでもまあそんな感じになっているところがあると思うんですけどまあそういう。 欠点があったりしてあんまり使われないということでここから扱うルーバン法っていうのがほぼデファクトのシングルセルのクラスタリング手法になってます。シングルセルのトランスクリプトの論文でなんか UMAP とか t s n i の図と一緒になんか色分けが載ってたらほぼこのルーバン法って呼ばれる手法を によるクラスタリングですでこのクラスタリングは何がいいかっていうと、えっと、クラスターの数を指定しないで勝手に一番いいクラスターの数っていうのを、えー、計算の中で決めてくれます。で、えっと、またちょっとそのアルゴリズムを少しだけ詳しめにやるんですけどこれは何をやってるかっていうと、えっとまあ、グラフ理論的なネットワーク理論的な 考え方を使ってまず高次元空間で分布しているこの点集合全体についてさっきのティエスニーとか UMAP と似たような感じでニアレストネイバーのグラフを作りますその点から例えば数を指定して最近棒5個までとか10個まで15個までっていうところをエッジでつないでくださいみたいなことを指定して全体をこういう一つのグラフ構造にするんですね。でえっと、もしこのの全体の 空間上の分布に何かクラスター的なものがあるならどういうことが起きるかっていうとお互いの中ですごいグラフのエッジがまあつながっていて一方でクラスター間ではそのエッジのつながりが素であるようなそういったサブコミュニティがそのグラフの中でポツポツ出てくるような構造が得られるはずだそういう塊が得られるはずだっていうことを前提にしてます。でえっと このルーバン法っていうこれから紹介する手法はそのクラスタリングの問題をこのグラフの分割問題このグラフの中のサブコミュニティの検出問題として扱うっていうところが特徴です。まあそう聞くと割と単純なアイデアなんですけど問題点がいくつかあってまあこういったサブコミュニティに割り当てたとしてその割り当ての良さを測る指標がなければまあアップデートができないので。 えーまあ、それをどう測るかっていう部分とあとまあ割り当ての数はまあ当然その濃度割り当てのパターンの総数は濃度の数に応じて組み合わせば数してすごい数になっちゃうので全部を比較はできないわけですね何かしらのヒューリスティック使って、えー、その割り当てを効率的に求めるアルゴリズムが必要になると,ということで、えー、そこで使われるまずこの一つ目の問題点サブコミュニティの割り当ての良さ 割り当てたときにその良さをどう評価するのかっていうのでモジュラリティ Q っていう手法で、えー、指標を使います。これはえっとグラフ理論ネットワーク科学の重要な量の一つでえっとグラフ構造でかいグラフ構造が一つあってその中のノードがいくつかのクラスに分かれているとそういったときにえっとそのクラスターの中でよくつながっていてクラスターの 間ではあんまりつながってないみたいなことが、えー、そういうふうになっていると数字が大きくなるような数として計算するものになっています。ということでまあこのこれをえっと最大化の目的関数としてこれを最大になるような濃度のクラスター割り当てを計算するとえー まあ一番いいクラスター分割、サブコミュニティ分割になるんじゃないかっていうのがまず最初のアイデアですね。ただ当然このモジュラリティをあらゆるクラスターの割り当てに対して比較してってことはえ計算的にできないので、それを近似的に見つけ出すアルゴリズムっていうのがルーバンクラスタリングって呼ばれるものです。まあめちゃめちゃ使われてます。多分今日も何かしら。 これを使っった論文が出,る出てていいるんじゃないかってぐらいほぼ毎日のように何かしらこれを使った論文が出てると思うんですけどえっとまあちょっとだけそのアルゴリズムについて説明するとまず初期状態ではグラフのすべてのノードが別々のクラスターとして割り当てておりますでモジュラリティに関してすごくいい特徴が一つあって モジュラリティってある一つのクラスノードのクラスター割り当てを1個変えた時にそのモジュラリティ全体としてモジュラリティは当然そのグラフ構造全体について計算される量なんですけど1つ変ええたきににどんんだけ増るるるか減るか減いうのが結構簡単に計算できるんですねなのでまずこの個別なクラスターに割り合わせたこのグラフ全体のノードをランダムに全部尋ねていって1個1個についてつながってる先の クラスターノーードのクラスターどれに自分を変更したらこれが増えるか減るかっていうのを調べますつながってる先のノードでこれが一番増えるクラスターに自分をアップデートするとこれを全てのノードについて行うとそうするとまあこんな感じになってでこの状態で終わりではなくて、まあ、これはグリーディーに求めた状態なのでここから この同じ色のクラスター同じクラスターにアサインされた濃度を一つのでかいクラスターとして統合して重みまあ重みってこの場合は距離ですけど距離によって決まる値として決めてますけど距離に関して重みに関しても統合して縮約したこういうクラスターを作り上げると。で今度はこのちょっと圧縮されたグラフに関して一個一個見てお互いつながっている先の クラスターにラベルを変更したらど上がるか下がるかっていうのを計算して上がる場合に自分をアップデートするとそうするとまあ最終的にこんな感じになってここに凝縮されている濃度をまた再びえほぐすことによってまあそれぞれがどのえクラスターになったかまあこの場合は2クラスターこの全体が2クラスターに分かれるってことが分かるわけですけどまあこういった感じでえクラスターがアサインできると。 ちょっと分かりにくいですか、ね、まあそういうアルゴリズムになっています。まあ、なのでちょっとグリーディ的な部分があってあくまで近似的にしか分からないのでこの割り当てが本当にグラフ全体のモジュラリティを最大限上げているのかどうかは分からないんですけど、えーまあ、一応そういったアサインメントができるということです。で 残念なお知らせがあってルーバンクラスタリングが死んだっていう話をしなくちゃいけないんですけどえっとめちゃめちゃ使われていて今でも使われてたんですけど去年の冬ぐらいにアーカイブに論文が出てルーバンクラスタリングが実はすごい問題があるんだっていうことを指摘した論文が出ました。彼らがその問題点を克服して同時に ルーバンクラスタリングの利点の高速に計算できるっていうところをちゃんともっと新しいアルゴリズムとしてライデンっていう方法を開発していてでその結果この論文が出てもう1ヶ月とか2ヶ月の間にスーラーもスキャンパイもそれを取り込んだ手法を実装して提供しているので多分今後出てくるシングステルの論文はほとんどライデンのクラスタリングがデフォルトになると思います。結局その手法がが使われるかかどうかが 有名どころのプラットフォームに実装されるかどうかがほとんど全てなので。はい、という感じで、えっと、ちょっとそのライデンクラスタリングでは何が変わったかっていうところをサクッとだけあんまり深入りしないですけど、えー、言うと基本的にはルーバンのクラスタリングアルゴリズムとすごく似てます。最初にグラフ構造全体について全て別々の個別のクラスターを割り当てておいて。で まあ一個一個のノードを尋ねてつながっている先のクラスターに変更したらどのぐらいモジュラリティがえ値が上昇するかっていうのを見ていくとでまあそうするとさっきと同じようにこうなるんですけどルーバンではここでこれ全体を一つに縮約してたんですけどライデンの場合はこの,この状態になった後にえ再度いくつかのノードについて確率的にランダムに別のクラスターに割り当てるってことをします。 まあこのランダムの選び方としてまたちょっとモジュラリティに関してえモジュラリティの関数で選んだりもするんですけどそれによってちょっと違うクラスターがまあいくつか出てくるわけですねなのでこの,この状態になった後で全体を縮約するっていうことをやりますルーバンの場合はここからそのまんま全部を凝縮させちゃうんですけどちょっと そのの探索のランダムネスでちちょょっっととと遊びを持たせるっていううころがちょっと違う部分ですねそうするとまああんまりよく理由は分かんないんですけどなんかルーバンで指摘されてた問題が解決してるみたいなことが報告されていてで、まあ、それなりに計算も高速にできるので、まあ、なかなかいいんじゃないかということで、えー、ライデンクラスタリングっていうのがあるということで。 えっと、これをやるんですけどスーラとかスキャンパイを使うともう関数一発でできるんですけどちょっと自分で来電まあ来電そのものを全部実装はしないですけど自分でやろうとするとちょっと面倒くさいところがあります。来電アルゴリズムを作った人は一番最後のグラフ構造ができた後のところの実装しかしてくれてないので。 自分のデータを一旦グラフの形に変換するっていうところを今ここで全部自分でやってます。えっとまああんまり、まあ、この手のプログラミングをすることは多分生涯ないと思うのであんまり見なくていいと思うんですけどまずは自分のデータを使って距離行列を作るっていうのをサイパイの関数を使ってやっていてで、えっと、グラフを作るにあたって ニアレストネイバー何個のの点をを見まますすかっていうのを指定する必要がありますそれを指定した状態で、えー、若干ちょっとテクニカルなことを相当や駆使しながらやってるんですけどニアレストネイバーの、えー、どのノードがニアレストネイバーなのかっていうのを、えー、点ごとに情報として集約してそれと同時にそれぞれの間の距離を。 計算するというのをやりつつでえっとちょっとここ横着して UMAP の中にある外から見えにくい関数を使っちゃってるんですけどこれ UMAP と別に全然関係なくて UMAP の中でユーティリティとして使ってる関数を使ってるんですけどえっと距離って重みではないわけですよね。その グラフ構造を構築した時にグラフのエッジの重みとして距離を使っちゃうと距離が遠いほどそのエッジの重みが大きいってことになっちゃうので何かしらの変換をしなくちゃいけないので逆数取ったりとかいろいろやり方はあるんですけどここでは UMAP が実装してたあのカーネルの変換ですねカーネルに沿って遠いほど値が小さくなって近いほど高くなるっていうあれを利用するようにしてやってますま。別にあんまり深く考えない場合は で, e、ですけど一応ここここではこうしてますで、えっと、これもあんまり使う機会ある方多くないかもしれないですけど igraph っていうライブラリを使ってグラフ構造そのものをデータとして表現していくということをやってここまでいってようやくグラフ構造が出来上がったのでそれを来ンのアルゴリズムにグラフを与えて、えー、計算ができると。 そうすするとこれが最終結果ですね、えー、ライデンアルゴリズムでそれぞれの点が何番のクラスターにアサインされてたのかっていうのが点の数の分出てきて、えー、ミニマムが0でマックスが10なので今回の場合は11個のクラスターに分割されたと。これ最初の11とか全く与えてなくて全体のグラフ構造をアップデートして何個に 分割したときに一番モジュラリティが高くなるかっていうのを内部で自動的に計算しているのでえっと何も考えずに使うと勝手にクラスタリングしてくれるっていう手法になります。あすいません。えっとこれえっと人によってもしかしたらバラバラの数になるかもしれないんですけどヒューリスティックスなのでちょっと乱数によって。 何個のクラスターに分かれるか違っていてえっとここでその色の数を最初10ってしちゃってたんですねで10個しか色の数がないと10個以上のクラスターが出てきたときに色の割り当てが足りなくなっちゃうので今11個クラスターがあるのでここは20にして計算をしてますそうするとこんな感じですね まあ結果としてこういう図が得られたわけですけどこれが,それぞれの番号がついているののがそれぞれぞクラスターってことになりますでまあこれがいいかどうかっていうことなんですけどまあよくわからないですよね正直そのここで表現されているまあこ,のこれが本当に4つからなっているのかどうかっていうのはわからないですけど当然ここで表現されているこの図自体が UMAP で情報を落として表現された図なので。 ここで表現されている形が真実とも限らないのでそれはまあ判断は難しいところではあるんですけど少なくともグラフ構造の最適化っていう面で関して言うとこういった形に分かれると。でここまで来てしまえばこうやってクラスタリングされたそれぞれのクラスターに属する細胞の情報を何かしらのセルタイプのアノテータみたいなものにかけてあげるとそれぞれのセルが何のセルだったのかっていうのがクラスターごとに 例えば B セルですよとか、えー、T セルですよとか NK 細胞ですよみたいなことがまあ見えたりとかするっていう感じです。これがまあ大体のシングルセル解析の流れですね。えっとはい。で最後ちょっとおまけ的な感じでシングルセルではあんまり使われないんですけど、まあ、他のえっと データでは割と実は結構見かけることも多い DB スキャンっていうまた別全く考え方の違うアルゴリズムがあってこれまた最後にちょっとだけ触れて終わりたいと思うんですが、まあ、これまで K-means グラフベースときていろいろやってきたわけですけど DB スキャンが重視しているのは、まあ、クラスターとして一番自然なのは密度が広い高いエリアだろうと、まあ、そういう素直な 考え方をどうやってアルゴリズムとして表現するかということをやってますで、えっと他の手法と違ってまあ他の手法でもこういうことができる手法はあるんですけど DB スキャンのいいところはどのクラスターにも所属しないアウトライヤー的な点というのをノイズ値としてちゃんと除外して考えてくれるっていうところがいいところです他の手法はさっきの K-Means にしても ルーバンにしてもライデンにしても全ての点を何らかのクラスターに割り当てちゃうので外れ値とかがあったらそれに当然引っ張られて結果が変わっちゃうんですけど TBS キャンの場合は外れ値は外れ値として全く何のクラスターにも割り当てないでノイズですっていうえ報告をちゃんとしてくれるっていう良さがあります。文章で書くとすごい 複雑なことしてるっぽく見えるんですけどまあ wikipedia とか見てもらうと疑似コードが載ってるので大抵この手の手法は文章で書くよりかよっぽど疑似コードを見ちゃった方,の方が分かりやすいってことがあるので、まあ、コードを見てもらえばいいんですけど簡単に言うと2つパラメータを決めてイプシロンっていう自分の点の周りをスキャンする円の半径を決めるパラメータあとミニマムポイントっていうその何個点が集まってたら それが密度高いいと判断しますかっていうパラメータですね。で点を一個一個見ていってイプシロン半径の円で自分の周りの空間をスキャンしてそれがミニマンポイント以上だったらその点点をコア点と判断しますでそうでなかったらこういったものは全部ノイズとして判断すると。でそうやってコア点とノイズっていうのを分けていってでその最後にコア点から見てたどり着いた。 コア点からたどり着ける到達可能な点をボーダーの点として、えー、再ラベリングするとそうするとこの塊が一つのクラスターで、コア点から全く到達可能でなかったこいつがノイズということでノイズとクラスター成分と分けることができるっていう手法になってますでこれをやってるのがその次のところでさっきのルーバンとかライデンと違ってサイトランにそのもののクラスがあるので まあ簡単にでできるんですけど一つ重要な点があって DB スキャンをやる場合は当然ですけどイプシロンを決めなくちゃいけないです。自分のの周りどのエリアまでスキャンするかっていうのは当然然データによって全然違いますそのものすごいイプシロンの半径を小さくしちゃったらスカスカの空間の中で自分の周り仲間が誰もいないから全部がノイズってことになっちゃうのでそれを大体その自分が持ってるデータの距離関係 どのらいの値を取って,いるのかっていうのを把握した上でパラメータを決める必要があります。ということでまずは今今回使っているデータ点の距離の分布がどうなっているのかっていうのを計算してみたのが次のところですね。ユークリッド距離でディスタンスをサイパイの p ディスト関数を使って測ってこのディスタンスの分布を C ボーンのディストプロットっていうものを使ってプロットすると。 今回のデータに関しては、ユークリッド距離として20とか40とか、そんぐらいのところにたいピークがあって、まあ、こういった、これ点の全体全の距離を全部頻度書いたものですけど、まあ、こういった分布になっているということで、ここからなんとなく類推して、自分の場合 DB スキャンをかけるとしたら、イプシロの半径はどんぐらいの値がいいかなっていうのを考える必要があります。とりあえず今回は、まあ、なんか10個ぐらい、いや、10、10ぐらい、 ユークリッド距離10ぐらいで半径を取っとくとまあいいんじゃないかなととりあえずは仮定して計算をしてみたのがその次のところです。えっとそれで計算すると出てくる出力がこういう感じなんですけどこの2つはいいですね。えっとクラスターのラベルです。でそのの中にママイイナナススいうががあって -1 が ラベルされているものがノイズとして判断されたサンプル点になりますでその結果を書いたのが次のやつなんですけどえっとまあこんな感じですねこれ灰色が全部ノイズとして判断されてしまった点です。で01っていうのがクラスターのまとまり、まあこの辺とかもう全部ノイズになっちゃってるので実はちょっと10っていう。 距離半径エプシロン半径は実はちょっと大きすぎた可能性があってこの辺のやつがつながりが全然なくて全部ノイズになっちゃってるっていうのがあります。なのでいろんなエプシロンのパラメーターでやってみるっていうのが、えー、次のところで今これ5791113といろんなパラメーターでやってみてるんですけどまあなんとなく良さげなのは。 あともう一つはちょっとやっぱり初期値のランダム性によって結果が若干ぶれることがあるんで何回かいろいろやってみて試してみるしかないんですけどまあ例えばイプシロンの半径13ぐらいにすると5個のクラスターが得られて1個2個3個4個5個っていう感じでまあそれなりっぽい感じの結果が得られてると。一方でイプシロンの半径をものすごくでかくすると全部がつながっちゃうので。 全体で一つのクラスターになってしまうとか、まあ、そういう感じです。で、えっと。まあ、これで終わりなんですけど、えっと、この手法が何がいいかというと。まあ、さっきも言ったように、ノイズを除去してくれるわけですね。ある意味でアウトライヤー的なものを全部無視してくれるので。本当にピュアなクラスターの集団をより分けたい、取りたいというときに。あと、自分のサンプルが若干汚いことを自分で分かっている場合。 その覚悟がある場合にそのそういったものを取り除いて純粋なクラスターを取りたいって時にちゃんとノイズを除去してちゃんとまとまっている部分のデータだけ取ってくるってことができるのでここで取ってきたデータを使って例えばセルタイプのラベリングをしたりとか、まあ、そういったことに使えるんではないかなと思います。で そう考えるとまあ別に高次元空間でクラスタリングをする必要はあんまりない可能性があってよくないこととされてるんですけどえっと次元削減をした今これで言うと2次元に削減してるので2次元の座標情報になってますけどこの空間でクラスタリングをするってことも人によってはやります。ただまあ、えっと 実は結構危ない点もある手法なので注意して使ってもらう必要があるんですけど何が危ないかっていうと次元削減を PCA とかでした場合はいいんですけど t s ス n ーとか UMAP で次元削減をする時はそもそも次元削減するときに点の密度情報を使ってるわけですね。そもそも次元削減するときに密度の情報を使っててその削減した後のデータで密度に従ってクラスタリングをすると次元削減とクラスタリングのステップが独立にならない。 交互に絡み合っちゃうので実は結構危ないところがあるんですけどでも結構きれいなクラスターが出る傾向があるのでまあこういった感じでやる人もいますなのでまあえっとクラスター全般に言えることですけど論文とかで何クラスターが出ましたっていうのを一つの結論として語ることは普通はあんまりしないと思うんですね。 それが結論ですっていう論文はあんまないと思うんですけどあくまでこういったいろんな少で出てきたクラスターを次のステップで実験的な検証なりなんか d g 解析やったりとかでこのクラスターここでクラスターのように見えてるこれはこういう集団でしたみたいな次のステップの議論に進んでいくためのものだと思うのであんまりそのこれがゴールデンスタンダードだみたいなこれが我々のクラスターですみたいなのをあんまり強調し,しすぎなければ まあいろんな手法でいろんな寄り分け方をすればいいいんじゃないかなかとは思いますでまあアルゴリズムの説明としてこれで終わりなんですけどここで使った細胞が何だったのかっていうのがえっと気になる方もいると思うので最後ものすごい適,の適当な雑な手法でえー セルののラベリングをしてみようって言ったのがここであんまりここは参考にしないでもらいたいんですけど何をやってるかっていうとライデンクラスタリングをしたデータを使ってえっとセルのマーカー人員の情報がまとまってるサイトがあるのでこの発電量が多かったらこの細胞ですみたいなその情報を使ってそれぞれのクラスターを が何ののの細胞なのかいいううを見たっていうやつですねで、まあ、これで一応この雑な方法で今はもういろんな自動化ツールがあるんで、まあ、この雑な方法で見ると実は今回使ったデータはこれがデンドリックセルねこれが B セル2つ二つのタイプでマクロファージ何、えー、とか細胞あとナチュラルキラーセルナチュラルキラー T セル T セル内部 T セルみたいな、まあ、こういった細胞でしたみたいな感じが分かります。 あんまりこれは真に受けないでほしいんですけどまあ実際はちゃんとしたツールを使ってもらえばいいかなと思うんですけど背後にあるアイディアは多分ここで書いてるようなステップだと思うので。はいという感じですね。ということでここまでが、えー、教師なしし学習編とということでしたじゃあ、えっと、時間なので次の部を始めたいと思います。 でえっと、早速なんですけどちょっとインストールしていただきたいライブラリがあって、えっと、シェル Jupyter ではなくシェル開いてもらってこのコマンドをお願いします。e l i 5っていうライブラリなんですけどえっとコンダで入れてない人は pip インストール e l i 5でもいいんですけどコンダ 4G のチャンネルから eli5 っていうやつですね 一応これだけ多分この時間に使う予定なのでこのライブラリが何なのかっていうのはまた後ほど説明しますが大丈夫ですかねで「Yes」のを聞かれたらまた「Y」を押してインストールしてもらって大丈夫そうですか まあえっと今回も一応出力全部えっと隠してないので全部出しちゃってるのでまあ別にインストールしないでも出力見てもらったりあと今回のこの部のえっとコラボノートブックも3の1の中にあ二2の4のところの「ReadMe」ですね2の4の「ReadMe」の中に Google コラボで開くバージョンがあるので まあそっちの環境でやってもらうと自分の環境にインストールせず自分の環境を汚さずクラウドの中で全部できるので、まあ、それでやりたい方 Google アカウント持っててそっちでやりたい方はまあこっちで実行していただくといいかなと思います。はいということであはい。 大体こんなインストールでないライブラリはこのチャンネルに行くとあるので、まあ、これ入れとくとまあ何かっていうときに便利ですね。はい、じゃあえっと、まあ、さっきまでは教師なし学習だったんですけどここからみんな大好き教師あり学習をやっていきたいと思います。 僕はそんななに好きじゃないで,すけどでえっと、まあ、教師あり学習教師付き学習とも呼ばれたりしますけど一応ここの時間で扱うのはまあ本当にサクッとだけ有名どころだけ決定でって呼ばれてるアルゴリズムとあと一度ぐらい多分どなたでも聞いたことあると思うんですけどランダムフォレストって呼ばれてる手法ですね。で、えっと まあこの2つしか扱わないんですけど最後にまあ予測器を作る分類器を作るってことが科学にとってどういう意味があるのかとかまでは言わないですけどまあそこまで大きなことはないにしてもなんかそれをやることによって何が得られるのかっていうのをちょっと考えてみたいなっていうところで。 ここはあんまりバイオロジー実はまだ関係ない部分なんですけどもしかしたら今後バイオロジーに導入されてくるかもしれないアイディアの説明をちょっとしたいと思います。でえっとまあ昨日と同じスライドなんですが機械学習大体3つのジャンルに分かれていてさっきまでみたいなデータ全体の分布の情報を得るための手法として教師なし学習っていうのがあってこういった手法を学んできました。 他にもまあいっぱいいろんな書があります。で、この時間に勉強するのが教師あり学習の中で特に決定的トランダムフォレストって呼ばれるものです。教科学習はまだちょっとなかなかそのバイオロジーに対してどういう適用の仕方をしたらいいかっていうののスタンダードがあんまりないので、あんまり使われてないと思うんですけど、まあなんかこの前その シングルセルセゲノミクス研究会っていう学会に行ったらある先生がこのデータ解析のパイプラインそのもの今そのデータ解析のパイプラインってそれこそコモンワークフローランリッシュとかいろんなそのパイプライン言語で記述されることが多くなってきてるんですけどそういったパイプライン言語自体を強化学習でアップデートしてってそのパイプライン構築自体を人の手ではなくて AI 的に 決めていくっていう方向性を示唆されていたので、もしかしたら、今後。この強化学習も入ってくるかもしれないですけど、まだ。えっと。中級者講習会でやるには時期が想すぎるっていうことで。とりあえず、今日は。この話だけでやります。で、えっと、まあ、教師あり学習は試みられたことのある方は。もしかしたら、いるかもしれないんですけど。教師なし学習との大きな違いは。 自分で何かそのデータの一個一個にひも付く何かしらの正解ラベル教師と呼ばれるラベルを用意してこのデータと正解ラベルの2つを機械学習させる手法です。で何かここでもやはり PCA とか NMF とか自分で選んだみたいなのと同じようにいろんなモデルからそのデータを 何箇所のラベルに変換するようなモデルを自分で選ぶっていう必要があります。で、一番単純なのは線形回帰って呼ばれているもので、まあ、それこそみんな習うような最小二情法とかもあれも立派な機械学習教師あり学習の一つです。まあ、あるいはニューラルネットワーク、深層学習とかサポートベクターマシンとかランダムフォレストとか、ここでモデルを選択してでどのモデルもパラメータを持っているわけですね。線形回帰モデルだったらその線の傾き がどうなるかっていうのを一個一個の特徴量の係数としてパラメータを持っているのでそういったパラメータをまず適当なパラメータで初めて予測させて正解と比較して何かしらのこの比較によって得られた値を使ってこのモデルのパラメータを更新してっていうのをまあ1回で終わることもあれば何回も繰り返すこともあるんですけどこれによってどんどんそのデータから このラベルへの変換の写像が学習されていくっていうのが教師、えー、あり学習です自分の持つデータとラベルに合わせてこのモデルとあとラベルの比較の方法とこの比較の情報を使ってどうパラメータ更新するのかっていう3つを自分で、えー、適切に設計してやっていくと。えっとでまあ何かその。 教師あり学習、機械学習のスライドを作る時はなんかイラスト屋を使わなくちゃいけないっていうルールがあるらしいので、まあ、ちょっと今どきっぽいかなと思って入れてみたんですけどちょっと入れなきゃよかったと思ってますけどえっとまあ教師あり学習を何を目的にやるのかっていうことは大きく2つあると思います。1つはそのの学習済みのモデデルを使って新たなデータが 受け取ったとにその予測をすると自分が仕事せずにそのモデルに仕事してもらうみたいなそういった使い方。でもう一つ多分科学者が機械学習を使うにあたってもっと重要なのはこっちの方だと思うんですけどこういった変換によって何が学習されたのかっていうのをこのモデルの中を詳しく見ることによって洞察する。えっとまあ、結局僕らが知りたいいこととうのは 何かののの自自然然現現象象とと何かの自然現象との関係性なわけですよねその自然現象がどういう絡まり合いをしてどういう道筋をたどってどういう結果が得られたのかっていうのを知りたいのでまあこれを勝手にやってくれるだけのものを作っても実用上当然いろんな利点はたくさんあるんですけどサイエンスとして何が面白いのかっていうのはちょっとあんまりよくわからないので本当に重要なのは むしろこっちの手法の方なんじゃないかっていうふうなことを近頃思うのでえ当然その機械学習の界隈でもそういった問題意識はたくさんあって近年研究が活発になってきてるのが機械学習モデルの解釈可能性とか説明可能性の問題っていうところをえっと本当に触りだけですけど今回ちょっと後半で少しだけ扱おうと思います。でえっと 深層学習を勉強したい人はたくさんいると思うんですけど去年この講習会でせせ先生が一、えー、コマ担当されていて深層学習をがっつり1時間半でやるっていう無茶な講義をやっていただいたんですがその動画がまだ今もアップロードされていて誰でも見れるのでこれ見ていただくと深層、まあ、学習に限らず業者で学習で気をつけなきゃいけないこととか、まあ、いろんな ティップスがまとまとってる動画なのますあと摂津先生が到底その講義時間の中でやり取りられなかった大量のその氷資料ジュキターノートブックが、えー、ここに置いてあるのでこれをやると深層学習特に畳み込みニューラルネットワークを使って DNA 配列から転写因子の結合が結合ありなのか結合なしなのか予測するみたいな。 モデルのの学習をされているので、まあ、ここら辺を見ていただくと非常にこれものすごいコメントもすごい教科書並みに書かれてあってものすごい資料なので、まあ、これを一通りやっていただくと真相、まあ、学習どんな感じでバイオロジーに使えるのかなっていうのはまあなんとなく、えー、分かっていただけるかなと思うので、まあ、僕はこれからやる話を聞くよりか、まあ、これをやればいいんじゃないかと思うんですけど、まあ、そういう感じで真相、まあ、学習興味ある方はこれを。 見てみてくださいで今日はまあちょっと RNSX 縛りということでちょっとあんまり題材として適切ではないんですけどさっきまで使ってたデータと別のデータセットを持ってきましたこれは、えっと、ランゲル・ハンス島のシングルセル RNSX をやっていて、えー、もうテーブルとして公開されてるデータを使ってるんですけど一応彼らが それぞれの細胞にアサインしたセルタイプの情報がくっついているデータになります。これはベータ細胞ですとか、これはアルファ細胞ですみたいなのがあるので、一応この時間の目的としてはシングルセルの発現パターンのデータを使ってそのセルタイプを予測するっていう分類器を作ってみるっていうことをやってみたいと思います。ただまあちょっと後で結果を見てもらうと。 すぐ何か察するものがあると思うんですけどあんまりいい題材とは言えなくてちょっとこれを実際に r n a s e クのデータとかシングルセルのデータでやろうとしない方がいいです自分のそれぞれのフィールドでやるんだったらいいんですけど手法は同じなのでいいんですけどこのシングルセルのデータで強者理学習するっていうのは、えっとまあ、ちょっとやめた方がいいっていうことをちょっと注意として言っておきます。 でまあ、本来このスライドは昨日と今日でそれぞれ出るはずだったので今日2回目なんですけどもう何度でもこれは言っておきたいのがテ、まあ、ィスニーに限らずですね機械学習っていうのはあくまで仮説生成と理解のためのツールであって何かの根拠を示すものではないのでどんだけブリリアントな結果が何かしらの機械学習の結果で出たとしてもそれが この論文の結論ですっていうふうにならないようにっていうのはえ注意として言っておきたいと思います。まあ、なってもいいんですけど、まあ、そこに関してはまだいろいろとその決定的な結果が得られるような手法ばかりではないので注意して扱った方がいいということをえー言っておきたいと思います。ということでえー昨日と同じようにデータの読み込みと前処理をしていきます。使うジュピター ノートブックが3の1のところのスーパーバイズドなんちゃらってやつなんでこれを開いてもらってえでもデータとか全部入ってるのでそのまま実行してってもらえばいいんですがまずはおきなりのライブラリのインポートですねでもうこの辺もう全然あで一つだけえっと 今回の場合は、えっと、昨日使った 10X のデータと違っても、テーブルの形で公開されているものなので、普通にそのままリード CSV するだけでいいです。で、えー、データの形としては、1886細胞 ×14861 遺伝子の発言のテーブルになります。でもう一つ、今回のデータに関しては、ラベルっていう テーブルが同時にくっついてきてき実はこれを同じようにパンダスで読み込むと「セルタイプ」っていうカラムがあってその中にこういった数のセルタイプの情報が入ってます。これラベルのファイルはこの元々のマトリックスと同じセルの順番で並べられていてそれぞれのセルがベータなのかアルファなのか。 えー、エンドセリアルなのかみたいなことが書いてあるんですけど一応統計情報としてはこの1886のうち894が β 細胞275がダクタルで218がデルタ191が α エンドセリアルが139みたいな感じで、まあ、こういった細胞からなってるデータセットです。で、えっとまあ、これ論文から引っ張ってきた図なんですが。 彼らティスニーやっていて一応データとしては β 細胞がこんな感じアルファ細胞デルタ細胞あこれ膵臓の図ですねまあなんかこういう組織の細胞とこのダクタルとかエンドセリアルみたいなのがこの辺の細胞なんですけど、まあ、こういった細胞とこの中のアルファ細胞 β 細胞デルタ細胞とかっていうのは、まあ、ちょっと違ったパターンを示しているっていうような。 データになりますということでまずは一旦これを見てみるってことをやります。でえっとちょっと今回一応単純化のためにいろんな細胞がこうあるんですけど数が少ない細胞が割と多いので今回は数が多い順にこの上から5つだけアルファベータデルタダクタルエンドセリアルこの5つのセルだけ抜き出してこれで機械学習をやってみようと思います。 なので抜き出す部分がこの、えー、ここでやってるんですけどナンパのウェア関数使ってラベルセルタイプがこの5つのどれかになるやつのインデックスを抜き出してデータフレームをそれだけ抜き出すということをやるとえー なんかバグってますね。はい。えー、っと、まあ、もともと千八百八十六あったのが。この五つの細胞タイプ、セルタイプに絞ったというか、千七百十七。 になったと,ということで、えー、このテーブルを対象に解析していきます。でもこの辺はもう全部パンパン飛ばしちゃっていいです。昨日と全く同じことをやってるだけです。標準化とか正規化とか標準化とかして、あと遺伝子も一万四千もあっても、ほとんどの遺伝子は情報を持たないので、えー、セルタイプセルごとに分散の大きいもの。 2000個だけ取り出してえ最終的にこんな感じになります1717 17細胞 ×2000 遺伝子のテーブルですいいですかね大丈夫でしょうかエラーとか出てないですかはいでえとりあえず やっぱり昨日と同じように主成分分析をしてみるまず主成分分析をしてみるっていうのは結構最初の重要なステップだと思うので、えー、やってみた結果がこれですで。ちょっとその色をおしゃれにしようと思って変な名前で付けたのでどの細胞がどの色なのか分かりにくくなっちゃってて申し訳ないんですけど、えー、このエンドセリアルの辺りがこのピンク色の集団ですね。でダクタル 細胞が大体この集団であと αβΔ って細胞が全部ここに凝縮されています。でこれまさに PCA の圧縮の特徴を示しててやっぱり PCA ってその一番分散が大きい軸を取り出すのでこういった分散がでかい細胞タイプが存在しているとこれを引き伸ばした方向に圧縮されているのでほか3つのセルタイプがみんな凝集して見えてしまうと。ということでこれに対して。 UMAP をかけてみるとどうなるかっていうのが次のところですね。で基本的にデフォルトの UMAP の計算方法でやってます。そうするとまあ分かりやすい感じなんですけどエンドセリアルの細胞がこ,うここにあってダクタルの細胞あとアルファベータデルタっていうのが まあこの中3つでも実は結構違ったパターンで分かれているっていうのがパッと見えると思います。このデータを使ってこのセルは何の細胞なのかっていうのを予測していくということになります。 でえー、っとまあ早速その決定理を使って分類器を作っていくんですけどまずやらなくちゃいけないことがですねこの辺あこれが決定理「ディシジョンツリークラ e c l a s っていう決定理のクラスになっていてそれと別にここら辺のすごい便利な関数がサイキットランたくさんあるのでここら辺をロードします。 これ何かっていうのは後で示しますけどここら辺はすごい便利で自分で教師あり学習で大抵やんなきゃいけないステップのほとんどを省いてくれるので、えー、例えばえー、っとまあ今扱おうとしているデータをまとめたのがこれなんですけど、えー、データさっき言ったそのデータと正解ラベルっていう意味でデータとしてこの デーータフレーム17 17細胞2000遺伝子でラベルとして、えー、セルタイプの,その名前が書いてある、えー、パンダスシリーズ1717 17個、まあ、これ数合ってないと当然学習ができないのでここで扱う場合モデルの場合はですね数が合ってるんですけど。 えっと、教師あり学習する場合は一応、慣習的にデータの部分を largeX で書いて、正解ラベルの部分をスモール l y で書くので、一応こういう感じで整理しております。で、えっと、詳細を後で説明しますけど、ここで Decision3 のクラスをロードします。 でこの段階でではまだ学習は起きてないなすあの昨日までに使ったサイキットランのライブラリと同じでまずはクラスを呼び出すっていう、えー、設定をすると同時にクラスを呼び出すっていうステップが必要なのでここでクラスを、えー、具現化してあげてこのあとここが重要なステップです。教師あり学習でまあ一番重要なところなんですけどトレーニングセットとテストセットっていうものにデータを分割するっていうステップがあります。 これ自分で書くと若干面倒くさいんですけどサ最トランのこのトレインテストスプリットっていうのを使うとデータ全体とラベル全体を与えて何対何に分割しますかっていうパラメータを与えるだけでランダムにそれをこの場合は7対3ですけどトレーニングセット70%テストセット30%に分けてくれるので、えー、そうすると、えー、この場合はトレインセットトレーニングセットの中で アルファ細胞ベータ細胞デルタダクタルエンドセリアルが数の割合としてこうなっていてテス,トサテストセットの中でこの5つの細胞のが数の割合としてこうなっていると。でこのストアティファイを、えー、かませていることによってこのランダムに分割した時に完全ランダムではなくてもともとのこの5つの細胞クラスの分布と同じ大体比率になるようにちゃんと分けてくれるっていうところがあるので。 えーまあ、この辺は積極的に使っていったらいいなと思います。あえっとはい、この話ですね、えっと、基本的に教師あり学習はトレーニングセットを使って学習をしてテストセットを使って評価するっていうふうにデータを分割することが基本中の基本で、まあ、結構その教師あり学習の初心者あるあるなんですけどトレーニングセットで出てきたアキュラシーの値を報告してこれが 99%のモデルですみたいに言っちゃうと、えっとまあ、極端なことを言うと例えば同じデータを学習にも評価にも使えるとするならばそのデータを丸ごと覚えてしまえば精度は100%になるのは当たり前なのでそうすると最強のモデルは SQL データベースってことになっちゃうのでなのでそういうことを避けるために基本的にはデータは分割して学習のためにパラメータアップデートに使うデータとあとそのモデル の精度を評価するここで学習したモデルを使ってこのデータを予測してみてどんぐらいの正解率になっているかっていうのを調べるためのデータと分割して使うってことが基本です。まあその真相学習する場合はさらにトレーニングセーターをもう一つ分割してバリデーションセットっていうのを作ったりもするんですけど、まあ、ちょっとそれに関してはせっせ先生の講義を見ていただいたりとかしたらいいかなと思います基本的にはこういうい感じです。 でえっと、ディシジョンツリー決定理って呼ばれているアルゴリズムを、えー、説明します。まあえっと複雑に書いてますけど実はそんなに難しいことをやってなくてこのデータと何かの正解ラベルこの場合はデータがこういうふうに分布しててこの辺とこの辺がクラス B この辺がクラス A みたいな。 割とそのリニアに単純に線でパッと分けられないような集団があった時にどういう分類をするかっていうのをこういったフローチャート形式でフローチャートとしてその分類の方法を示すっていうのを最終的に出力するモデルが決定義って呼ばれているものです例えばこの場合だったら x2 の値がまず何以上ですが true false で分離して。 で次に x の値が何以上かで true-false で分離して最終的にたどり着いたところの確率分布に従って予測をするっていうことですねこの場合はクラス A が7%クラス B が92%ってことなのでこっから行ってここにたどり着いたものはクラス B っていう予測をするっていうこういったツリーを構築する自動的にこのデータとラベルのセットから構築するためのアルゴリズムが決定値って呼ばれているものです。 でこれは、えっと、何がいいかっていうと、まあ、非常に解釈モデルの解釈がしやすいフローチャート眺めれば最終的にそのクラスにたどり着くためにはどういう分岐を経ればいいのかが全部書いてあるので、えー、これが、まあ、結局全部アンド演算なんですねこ,れこの条件を満たしかつこの条件を満たしかつこの条件を満たしっていうのの集合としてそのクラスが定義できるっていう、えー、重要な特徴があります。 でまあ具体的にこれをどう構築するかっていうのはそれほどまあ知らなくても大丈夫だと思うんですけど一応言っておくとそれぞれのノードごとに最初はえクラス A とクラス B がこれ半々のデータセットなのでえこの不純度って呼ばれてるインピュアリティっていう値がすごい高いわけですね。それを何とか最終的にたどり着く場所では。 クラスのの確率90とか予測したいので不純度が低いえつまり純度が高いっていうんですかね <laughs> インピュアリティがすごい低くなるようにラベルを分割していきたいということで各ノードごとにその不純度を測る何らかの指標次に係数とかエントロピーとかいろんなその多様性の指標が使えますけどこういった多様性の指標を使って それが最も小さくなる分割をすべての軸のすべての分割でえ一番その不純度が減らせるものを検出していくということでえっとそうですねまあその結果として決定界面がこういう感じのものになってまあリニアに分けられないようなこういうデータも ここがこれ以下かつここがこれ以上かつここがこれ以下かつこれがこれ以上みたいな感じでこうくり抜くことができるっていう形でまあちょっと複雑なデータでも一応そのちゃんと検出することができるというふうになってます。ということで決定量を実際に動かしてみます。でまあここでそのディシジョンツリーのモデルを呼び出して。 そのまま使ってもいいんですけどディシジョンツリーは結構いろんなパラメーターがあって例えばさっきのフローチャートの図の何階層まで分割していくか最終的にあれ3階層とかで構築されてましたけどそれによってどこまで精度高く最終的に当然それこそ何十階層も作ると最後のラベルにその落ち込むのはデータ点1個とかっていう状況にまで作ることはできるので。 まあそこまででくとともちょっとやりすぎなわけですよねなるべくその階層少なく理解しやすい形でかつ精度が高く分類できるレベルに抑えたいっていうのでそのデプスを自分で決めなくちゃいけないんですけどここで呼んでるサイキットランの便利な関数があってグリッドサーチっていうことをやると全てのパラメータの全ての組み合わせで一番精度が高くなるモデルを勝手に まあ結局全通り計算してるだけなんですけど勝手に選んでくれるということでここではとりあえず階層の数を3パターンとあとまあ別のパラメータ2つの全ての組み合わせに関して徹底量を動かしています。まあ、若干ちょっと時間はかかります、ね、でその結果得られたのが今回に関してはデプスが五 5, 5階層のモデルで。 えー、この決定値のテストセットを使ったスコアがあこれはトレーニングセットの中の明らかですねトレーニングセットの中の明らかにが、えー、95.7%っていうことで、えー、5階層の決定値で95.7%の精度の分類器になってしまったのでいかにこの題材が教師や理学習の題材としてふさわしくなかったかってことがわかると思うんですけど。 えー、まあちょっとその話はまた後であります。で今トレーニングセットのアキュラシーなのでこれをじこのパラメータここで得られたパラメータを設定して実際にテストセットの予測をするとアキュラシーとしては96.7%だったと。でここのクラッシシケーションレポートっていう関数をやると具体的にそれぞれのクラスごとに どれぐらいの精度とかで、えー、予測できてるのかっていうのを示全部一度に示すので、まあ、便利な関数なんですけど、まあ、フレッシュオンとリコールとアキュラシーがそれぞれ何意味がどう違うのかっていうのはちょっとここでは説明しないんですけどそこら辺解釈に必要なのでもし興味ある人はフレッシュオンとリコールとアキュラシーのそれぞれの定義の違いは、まあ、調べてみてください。ウェブ上でもいくらでも資料がたくさんあります。 でまあ、そうするとエンドセリアル細胞なんてプレッション100%で他も90何とかっていう感じで、えー、っと相当その教師あり学習のやりがいがないデータということですね明らかにえ簡単に見分けがつくようなセルタイプだったと。でこれは多分その 題材をシングルセルのラベル化されたデータに取ったことが問題だと思うんですけど、そもそもセルタイプのラベルって遺伝子の発現量でつけてるわけですよね。まあ当たり前ですけど、いやもしかしたらなんかセルソーターとかで抵抗タンパクとか見てるのかもしれないですけど、多分このデータに関しては何かのマーカー遺伝子の発現量で見ていて、当然その三個とか四個とかその手の遺伝子の発現量 のパターンで、おそらく著者たちがセルタイプを分類しているのでラベルの情報にはそんな少ない遺伝子の情報しか本質的に入ってないわけですよねだからデータ、遺伝子全体を見るまでもなく実はそういう数個の特徴量を見ることで分類できるようなデータである可能性が非常に高くて、その結果として多分単純な決定義でもうこんだけの高い精度が出ちゃってると思うんですけど はい、ということでただまあほんとにわずかだけラベリングをミスってる細胞がどのクラスもあるので、まあ、それが何だったのかっていうのを見たのがこれです。合計16個だけ千何百個細胞があったんですけど十何個だけ間違えていてもともとこういったクラスだったものをこういった細胞と取り違えてるっていうことがあります。 まあこれを見るかぎり大体いい β 細胞とデルタ細胞で取り違いが起きてるっぽいなっていうことがわかりますね。まあ、当然今回の場合はこのトゥルースが本当にトゥルースなのかもわからないのでまあ本当のところは何とも言えないですけどでここで間違えてるやつだけ取り出して UMAP 上で見てみると。 これさっきと同じ図なんですけどこの中で特に間違えたやつはどこに位置してるかっていうとだたいここら辺に位置していて、まあ、やっぱりちょっとその距離的に近くて取り違いが起こりやすそうなやつらが、まあえー、取り違えられていたということが分かります。で、まあ、ちょっとここで考えていただきたいのが。 これやって何か面白いのかっていう話なんですけど、えっと、結構そのランダムフォレストとか勾配ブースティングとか論文の中で使って精度を報告してるようなものは特に微生物マイクロバイオム関係で最近多くて、えっと、何が嬉しいのかっていうのはあんまりよく分かんなかったりするんですけど。こういうい 精度っていうことよりかはさっき話したようにその予測器分類器が何を見てそういう分類をしているのかっていうことを知ることの方が僕らとしては興味があると思うのでそういった部分モデルの学習した後にモデルの解釈をするっていうことにどういう手法が使えるかっていうのをちょっとお話ししていきたいと思います。 でえっと、それをするためのいいライブラリが ELI5 っていうのがあるんですけどこれは、えっとまあ、ブラックボックスのものも含めて基本的にはホワイトボックスモデル、えー、リニア線形回帰のモデルとかロジスティック回帰とか決定機とかそういう解釈がしやすいモデルに関してその解釈を結構簡単に実行してくれるライブラリで、まあ、ELI5 って何なのかと思ったんですけど実は結構ネットスラングみたいで。えー とい、like、いうことの略が、e、5らしいです実際にこれ結果見てもらうと到底5歳児では理解できないような出力にはなってると思うんですけど、まあ、一応簡単な解釈が出してくれるようになってると。で、えっと、決定理の解釈ですね、まあ、決定理フローチャート見ればいいっていう話ではあるんですけど 特に大規模な決定理を構築した場合はそれをたどっていくのが相当しんどい作業になるのでこの決定理構築された決定理でどういうラベル特徴量例えば今回の場合は遺伝子ですけどが重要だったのかこのデータを分割するにおいて決定的な分割をもたらした変数は何だったのかあるいは特徴量によってはそもそもこの木の中に登場してないことすらあるので。 そういったものは何なのかっていうのを知る簡単な便利な考え方として、えー、辞任インポータンスとかあとまあ単純にフィーチャーインポータンスっていう割れ方をしちゃうときもありますけど、えー、こういう指標がありますこれはえっと各ノードは各変数の何らかの分割をしるしる、えー、示しているわけですよねで、そのときに何かしらその不純度が減らされる計算をしているわけですけどそれぞれのノードで 何かのの変数によって減らされた不純度っていうのが全体で減らされた不純度のうちどんぐらいだったのかっていうのを変数ごとに割り当てることによってその木全体の予測に寄与した変数っていうのを出すことができるっていうものになります。これを実際にやってみたのがその次のところなんですがえァ、ー、イ5をインポートしてさっき学習したこの セルタイプ予測の分類器のフィーチャーインポータンスを出したのがこれで今回の場合はまあ僕ちょっとあんまり人詳しくないので分かんないですけどまあこの遺伝子がえランゲエル・ハンストのセルタイプの分類にまあ重要な機用を果たしていたっていうことが出てきます。実際こここのののの一番上に出てるこの遺伝子なんかは決定理のド頭のところで まず分割に使われてたりするので、まあ、重要なこのセルタイプ分類においては重要な仕様として検出されてるわけですね。で、えっと、注意しなきゃいけないのはここで出てくる値っていうのは例えばこの構築された決定量を使って新しいデータを入れてセルタイプの予測とかできるんですけど。 そういった個別の予測にどの変数が重要だったかではなくてあくまでここののモデル全体におけるるる変数の重要要性でああとっていうのは注意すす必要があります当たり前って思われるかもしれないですけど実はこの違いはすごい重要でこのモデルのグローバルな変数の重要性よりも本当は個別の予測をしたときにこの予測に重要だったことは何かってことの方が現場では重要な場合が多いわけですね。 こののモデル自体に何かかかっているかよりもなので,後でえっとでグローバルな解釈ではないローカルな解釈っていうのを紹介するんですけど一応ここではグローバルな解釈です。でえっとランダムフォレストですランダムフォレストはもうすごい名前聞く特にバイオロジーでめちゃめちゃ使われてるなぜかみんなバイ,バイオ系の人はランダムフォレストを使いたがる。 のでまあ結構目にすることも多いと思うんですけどすごく単純です考え方としては決定理の集合ですねえ決定理の集合なんですけどなんで決定理の集合を作ってそれの多数決を取るだけなんですが全く同じ決定理を作っても同じ結果しか出てこないのでその決定理の作り方にちょっと特徴があって決定理1個1個はデータセットからサンプルをランダムに取って でさらにその中の特徴量もランダムにいくつか抽出して全然精度の低い決定量を1個作ります。っていうのをランダムに何個も何個も作って、まあ、場合によっては200個とか300個とかそういった弱学習器って呼ばれるちょっと精度の低めな決定器を作って、えー、最終的に使う時にはそういって作った決定器集合の 全体の出力の多数決を取って最終的な出力とするっていうのがランダムフォレストです。まあランダムな決定理がたくさんあるからランダムフォレストっていう名前がついてると。で一見なんかダメダメっぽい感じがするんですけど、実はこれがすごく精度がいいってことが知られていて、精度のがいいっていうのは要はその学習に使わなかった新しいデータを予測するときの精度がいい。決定理は実はものすごく過学習、オーバーフィットが起こりやすい。そのデータの中 で最適化しやすいという特徴があって決定理で作ったものは新しいデータを入れたら全然ダメな予測しがちなんですけどランダムフォレストはまあすごいそういう意味でハンカ性能の良さから使われていますでえっとランダムフォレストも全く一緒ですサイキトランからランダムフォレストのクラスを読み込んでここではえ弱学習器の数を二十個二十個の決定理で予測するというふうな指定をしてます。 で同じようにグリッドサーチをして、えー、それぞれの決定機のパラメータを決めてでこれで見るとさっきと違っさっきよりもさらにちょっと高くなって98%トレーニングセットのアキュラシーになってますで最終的にテストセットのアキュラシーを見ると99%のスコアが出てるということで、えー、まあ 単純なデータで決定値で,でさえ結構精度良かったんですけどランダムフォレストレートレーニングするとさらに精度のいい結果が出ると,ということですね。で同じようにミスした細胞は何だったかってみると4つしかなくて、えー、このでベータをデルタと見間違えたか、えー、デルタを α と見間違えたかっていうこの4つの細胞だけですね間違えたものか実際の教子あり学習ではこんなことはないですけどね。 でまあえー、間違えたやつの分布を見てみると、まあ、確かに間違えそうなところに、えー、あったりするということです。で、えっと、ランダムフォレストは決定理と違って全体像を見ることができない自分でたどることがほぼ不可能な中身がほとんどブラックボックスみたいなモデルなので、まあ、その解釈をするためにはやっぱり何かしらの重要な変数 をそここから塗り出すってことが必要になりま,すまあ決定理は良かったんですけどランダムフォレストとかそれこそ真相学習とかは分類器が何をそもそも学習しているのかっていうのが非常に解釈が難しいので,でランダムフォレストの場合はいい点はやっぱり決定理の集合なのでそれぞれの地にインポータンスさっきのグローバルなモデル解釈に使った解釈はそのまんま使えます。で一個一個の決定理について変数の重要性を出して 決定期全体で平均した値を、えー、ランダムフォレストのフィーチャーインポータンスって呼ばれる値として報告することが多いです。さっきと違って平均をした値なので平均的な、えー、インポータンスと分散も出てくるんですけどで、えっと、これは、えっと、今年の「ネイチャーメディシンの」のえー 大腸,がんですね、大腸がんにマイクロバイオームが関わってるみたいなことを言った論文で、えー、実際に彼らはランダムフォレストをサイキットラン今まさに我々がやったのと全く同じコマンドで全く同じフィーチャーインポータンスの計算の仕方で、えー、計算をしてこういう図を書いてます。これは彼らが出したフィーチャーインポータンス、まあ、この、えー、ランダムフォレストの変数の重要性と全く同じ図なんですけど。 えー、ある癌のステージであるバクテリアの存在量があ,、まあえっと、あるマイクロバイオムのパターンでその後癌になるかどうかを予測するっていうがんそうですねなるかどうか予測するっていう分類器を作った時にどういうバクテリアが重要な変数としてそのランダムフォレストの中に現れてたかっていうのをここで報告してます。はい ということで実際に我々のモデルで同じようなインポータンスを計算してみると、まあ、大体さっきと同じような遺伝子が並んでるんですけど、まあ、ここら辺がみんな割とこういう重みで重要な役割を予測に果たしてましたよってことが分かります。 あともう一つは、えっと、ランダムフォレストの場合は「パーミテーション・インポータンス」っていう計算もよく使われていて、えっと、これはですね学習をしてテストデータを使って、えー、テストデータの中で例えばある遺伝子とかあるバクテリアとかある特徴量の値をサンプルの中でランダムにシャッフルするんですね。 である特徴量をシャッフルしたときにその正解率がガクッと下がったらその特徴量がすごい重要な役割を果たしてたはずっていうところから特徴量の重要性を計算するっていう、えー、計算手法ですまあいろいろそういった感じで解釈をすることができますという話ですね。でえっと。 まあ基本的にここまででが業者学習の話でしたでここからはちょっと発展的な話題というかさっき話したその機械学習の解釈をどうやっていくのかっていうところで今機械学習関連の研究で取り組まれている話題で、えっと、少なくとも僕は知る限りではまだバイオロジーの実際的なアプリケーションに使われていることはない と思うんですけど、バイオンインフォ系の雑誌とかを読むとここら辺が実は結構出てきてたりするので、多分今後使われるんじゃないかなっていう気をちょっとしています。まあえっとなんか有名なところのプラットフォームに取り込まれたりすると多分一気に疲れちゃうので、えー、なので一応ちょっとここでどういったことが理論されているかっていう話をしたいと思います。で、まあ繰り返しですけど。 その機械学習の解釈性を求めるかどうかっていうのは当然その応用によると思いますがえ例えばなんか予診判断をするであるとか医療的な診断をする時っていうのはその判断をしたその根拠っていうのは少なくとも人間が分かる形で得られないとすごく不安でそういったブラックボックスの 出てくる予測はどのぐらい信頼性のおけるものなのかっていうのがまあその精度が高ければいいってものではないっていう例が次で出てくるんですけど解釈できないままだと結構そのここで出した予測がそもそもどの程度信頼のおけるものなのかっていうことの判断すら難しいのでそういったことを考えていかなくちゃいけないんじゃないかっていう議論は相当されてますで近年活発に研究されてます。 で例えば、えっとまあ、よく聞く話ですけどそのリクルートの場面である社員の,その入社後のパフォーマンスを予測するっていう機械学習モデルを作る、えっときに、まあ、自社の,その入社後の社員のデータを使って学習をしたらなぜかすごい男性ばかりを取るような高く評価するような予測機ができてしまったと。 その場合はそもそもその会社が過去に男性ばかりプロモーションしてるような会社だったっていうデータのバイアスがあって要は全くそういう場合は信頼できない学習機しか構築されないわけですよね。でそういうバイアス、まあ、その場合はそこのデータの中に存在するバイアスがわかりやすいんですけどこれはすごくわかりやすいダメな例なんですが例えば。 写真を入力してそこに写ってるのががななのののかかハスキー犬なのかを当てる予測があったとしますこの写真だったらこれはオオカミですこの写真だったらハスキー犬ですっていうであるデータセットで学習したらものすごい精度が高かったと。で1個だけ間違えたものがありましたこれオオカミなんですけどあこれ本当はハスキーなんですけどなぜかオオカミって予測してると。 で正解率が極めて高いことは分かるけれども実際にここの例えば真相学習とかがこの写真の何を見て判断しているのかっていうのは僕らは知りようがないわけですね。果たして目を見てるのか牙を見てるのかこの分類器は本当に信頼できるのかっていうのを後で紹介する手法で実はどこを見てますっていうのを書いてみるとえっとまあこういうことだったんですけど。 結局このデータセットの中では狼がががる時は地面が雪なことと多かったとそうすると結局この分類器が見てるのは地面が雪かどうかだけでこの写真のラベルを間違えたのはハスキー犬が写ってたにもかかわらず地面が雪だったっていう。なので必ずしも学習データの精度がめちゃめちゃ高いってことがその学習されたモデルの信頼性の高さとはイコールではない。 ななぜなら学習データの中にそもそももバイアスが存在しているる可能性があるからでしかも僕らはそういったバイアスの存在に気づくことは非常に難しいという問題があります。で、えー、そ,れをそれに対処するためにどういう研究が今行われているかっていう話をするんですけどこれが、えっと、多分この手の研究ジャンルで一番有名な論文なんですけど。 タイトルがまあ素敵なタイトルで「Why Should I Trust You?」っていう直球的なこれ彼らがやってるのはある分類器を学習した後にその学習器がどういうことを見てその予測をしているのかっていうのをそこから情報を抜き出すっていう新しい機械学習のモデルを提案した論文ですねで。でえっと先ほどそのモデルのグローバルな解釈と ローカルな解釈って話をしたんですけどこの場合はモデルのグローバルな解釈ではなくて学習後にモデルを使って何かの予測をしたときにその一個一個の予測についてこの予測ではどういう特徴量を使いましたっていうのを、えー、答えるためのモデルです。例えばえっ例えば何か何らかの自然言語処理をしたような機械学習モデルがあってある患者さんのここ最近の えー、診断カルテ病状データとかっていうのを入力してなんかこのモデルはインフルエンザだっていう出力を出してきたという時にこのモデルの中身は一切わからないブラックボックスなんですけどこのライムっていう手法をですねライムっていう手法を使うとこのデータの中のこういったところ例えば頭痛がするとか鼻水がするとかっていうのを評価している。一方で 疲労があるというところは実は実すごいマイナスに疲労が全くないっていうところは実は予測についてはマイナスに効いてるんだけどとりあえず自信はないけど何か予測しましたっていうことを教えてくれるとそういうことがわかるとこのモデルを使った判断にただ従うんじゃなくてこのモデルの判断を実際にエキスパートが見てえちゃんと本当にちゃんとした予測をしてるのかっていうのをえ解釈して。 その <laughs> 判断に従うかどうかかどを決められるということがあります。で重要なのはローカルローカルっていうのはさっきのグローバルな解釈のフィーチャーインポータンスとかと違って個別の予測についてのモデル説明であるっていうこととあとモデルアグノスティックってところが重要で、えっと、こういったディテクションをするのは何かしら例えば真相学習だったらその中の構造にそもそもこういった 学習をするようなことを与えておけば、まあ、できるっちゃできるんですけどここでやろうとしているのはそもそもこのライムを使う前に全くそういうことを考えずにただ精度だけ高めたモデルであってもモデルの中身を一切見ずにモデルをブラックボックスとして扱ってその上でそのモデルが何を重視しているのかを発見するってことができるっていうモデルに依存しない説明モデルっていうのが割と画期的な点で注目された。 手法ですで、まあ、ちょっと細かい話になっちゃうんですけどライムがやってることの直感的な説明として実際のモデルのこの学習の解明例えば何かの座標を入力してそれが赤なのか青なのかっていう判断をするモデルがあったとしてまあすごいぐにゃぐにゃな分割をして予測をしていると非常に解釈が難しいわけですね。 この場合このモデルのグローバルな解釈をしようとしたらこっちの軸もこっちの軸も両方とも大事っていうことしかわからないので具体的にどこがどう大事なのかわからないんですけどこの手法を使うとある個別の予測例えばこの点は赤でしたっていうときに、えー、例えばですけど、えっと、具体的にやってることの簡単な例としてこの点の説明を得たいときに この点をわずかにパータベーションさせた近傍の点のサンプルをたくさん生成してで重要な洞察としてどんなにぐにゃぐにゃの海面で複雑な分類をしている予測モデルであっても局所的に見れば線形で予測モデルが構築できるはずだっていうアイデアなわけですね。で線形モデルになると当然その変数にかかる係数っていう形でその変数の重要性が 明らかに解釈しやすくなるので複雑なモデルを局所的なリニアなモデルで近似することによってその点の周辺で起きている、えー、分類の情報つまりここではこっちの横の軸が重要でしたっていう情報ですね。この横の軸はこ,こののの横軸は値だっていうことをちゃんと説明してくれるっていうモデルになります。 でまあ、実際に、まあ、これ、えっと、今回ライムはインストールしてもらってないんでここは動かないと思うんですけど今回のデータでそれをやるとどういうのが得られるかと。まあ、さっきのランダムフォレストモデルを使って、まあ、間違えたやつ4つだけだったんで何で間違えたのかっていうのをちょっと見ようとしてるんですけど。 まあ結構時間がかかるんですね何に時間がかかっているかというと一個一個の点について周辺のランダムな点を生成してそれぞれで予測をしてるっていうのが時間かかってるんですがまあちょっとスライド戻るとこれをするとまあさっきの話と一緒でえっと例えば画像を特徴量として入力した場合結局画像って一個一個のピクセルが別々の特徴量別々の次元のデータなので結局どこの次元を見て えー、犬とオオカミの分類を作ってるのかっていうのは深層学習の中ではものすごい複雑なぐにゃぐにゃに非線形の変換をして最終的に出てくるんですけど局所的に見るとここら辺の特徴量の線形モデルとして完全にオオカミとハスキーの分類ができてるっていうことが分かるのでこの画像を与えたときにここが出てきてると。 結局ここここの予測器はここししかか見てないなんだってことが分かったりしますあるいは、えっと、画像の分類モデルが何かあったとしてこういう何のラベルに分類したらいいのかよく分かんないような、まあ、複雑な写真があった時に多分モデルによってはエレクトリックリターとかゴースティックリターとかラブラゾールとかいろんなラベルの確率値を出すと思うんですけど。 それぞれぞののののラベル予測についいててどこの特徴量が重要だったかうれえとそうすると例えばこの場合アコースティックリターはいいんですけどエレクトリックリターって判断した場面では結局リターのこのフレットの部分しか見てなかったとかまあそういったことが分かるのでこのモデルがこのデータを渡る時にこういう予測をしたってことは結局何を見てたことになるのかっていうことが、えー データとしですね。えっとすみませんちょっと時間がかかっちゃってるんですけどまあえっとまだそれほど多分使う場面はないと思うのであれなんですけどもし何かその例えばマイクロバイオームやってる方が マイクロバイオームで何かしらの病気の診断をしたいとそのパターンで病気の診断をしたいった時にい、えった、と、まに、あ、さっきのランダムフォレストみたいな感じで、えー、何かしらの精度の高い学習機分類機を作ってで新しいサンプルが来た時にそれが病気か健康かって分類する時にその大量のバクテリアの中でどの数を見てたのかっていうのをこういった形で出してくれます。これはさっきのセルタイプ分類なんですけど ベータ細胞をデルタ細胞と分類し間違えた例では、まあ、結局どっちの細胞の確率も高かったんですけどわずかにデルタ細胞が競り勝っててその重要な特徴量はこういった遺伝子がこういった値だったがためにこのモデルはこっちに β ではなくてデルタに振り分けましたってことを言ってくれるわけですね。これを見ると、まあ、僕は解釈ででできないんで想像ですけど おそらくセルタイプのもともとの分類が間違っていて実際はまあこういった値がまあすごい微妙なところではあるので、えー、わずかにちょっと違っただけで β って予測されるはずだったんですけど、まあ、本当によくよく見て,る見てると実はデルタ細胞だったっていうことがまあ分かったりとか、まあ、そういう感じですね。 はい、でえっとライムも難しいんですけどシャップがさらに難しいモデルね、ちょっと説明が難しいんですけどまあちょっと詳しくは説明しないですただ今はライムはあんまり使われてなくてシャップがよく使われていてバイオインフォリアの論文でもたびたび出てくるのがこのシャップっていうモデルなので興味ある方は見てもらえばいいと思うんですけどこれはえっと 考え方としてはライムとほとんど同じである個別の予測をしたときにどういう特徴量がどういうふうな貢献をした結果その予測になったのかっていうのを計算するっていうものです。今回のセルタイプの例でいうと、えー、すみませんこれもちょっと計算時間かかるんで。 結果だけけ示しますけど例えばある細胞一つについての予測の説明がこれ全体なんですけどある一つの細胞を入れたときに α は0.13の確率 β は0.36の確率デルタは0.39の確率ダクタルが0.08エンドセリアが0.03っていう確率を出してくれたモデルこれランダムフォレストの結果 でこういうう確率値が予測されたんですけどこういった個別の予測についてそれぞれの遺伝子がどういう貢献をしたのか例えばこの β 細胞であるっていう予測をしたこの確率値になるまで押し上げた原因はこういった遺伝子がこういう値だったからっていうのをこうやって出してくれるというモデルになります。そののためこれを使うとある個別の予測について このモデルではデルタって言ってるけど結局どういうデータどういう変数がどういうふうな貢献をしてしまったがためにそういう間違った予測をしてしまったのかとかっていったことがある程度判断できるということになります。はい、ということでこれで、えっと、すいません最後の方は結構雑な感じがしたと思うんですけど、えー、全体が。 ちょっと早めに終わってしまってちょっと最後の最後にえっと教師あり学習に関してはさらなる注意喚起というかえまあ個人的な考え方ですねえっとこういう順番にちゃんと検討してみましょうってことなんですけど基本的には線形モデルとか決定理とか人間が解釈しやすいモデルで解釈することが大前提だと思います。何かする時でするでね中身が全部 ホワイトボックスで見れてどういう判断をどういう根拠に基づいてやってるのかが分かるので、まあ、それでやるとでそれにフィットしないような複雑な場合は一般化線形モデルとか階層ベースモデルとかもう最近この手の計算がすごいやりやすくなってるので,でしかもいいところはこういったモデルっていうのはちゃんとその研究者が自分のドメイン知識に基づいてこういうデータはこういうプロセスを経て生成されるっていうのをちゃんとモデリングしながら モデルを構築化していくことがでできるので基本的にこういったものは、まあ、最近書籍もものすごい出てきてますしバイオロジーへの適用の例もすごく多くなってきているので、まあ、こういった統計モデルの計算っていうのが、まあ、できたら解釈をするモデルを作るにあたっては自分が構築しているわけですから、まあ、いいんじゃないかなと思います。 でまあ、あんまおすすめしないですけどランダムフォレストとか複雑なモデルを使わざるを得ない時は何かしらの説明用の別のモデルを使うと。でそれができない時は、まあ、そもそも本当にこういう教師あり学習をする必要があるのかっていうのを考えてもらってはいそうですね それが本当に、その論文に載せる必要があるものなのかというのは、よくよく考えた方がいいかなと思います。はい、まあ、別にその深層学習嫌いなわけじゃないんですけど。まあ、その、やっぱりまだ、いろいろ、その。諸刃の剣の部分はあるところは、あるモデルなので。まあ、はい、気をつけてやっていっていただければと思います。はい、以上です。